9時になったかな。今日は何名いらっしゃるかな。前回30名ですからね。あとは中村トレーダーが来てくれるかどうかということでございます。どうでしょうか。ちょっと今のうちに録画終わったもん。どうやって録画するんだろうな。まあ、自動的に録画されるのかな、これ。レコーディングか。レコーディング、あ、OK じゃ。レコーディングされております。あと何分かな。3分ぐらいですね。21時になったら始まります。なんかこう散らかり具合が散らかり具合がリアリティが出てるな。あと1分ですね。10名、20名ぐらいいらっしゃればもう十分なんですが、結構来てますね。藤本さん、長山さん、沢井さん、大久保さん、林さん、その他、うん、さあ、21時はいつでしょうか。いいのかな、これは。うん。21時ですね。こんばんは、速稼塾の久保です。今日もですね、FX の、この、Zoom チャンネルにお越しいただきまして、ありがとうございました。21時なんで、皆さんね、ご希望の方は参加されてると思います。中丸トレーダーもお越しいただく予定ですけども、ちょっといざ講座といいますかね、やっぱりこう、なんか、遅れるみたいですね。遅れるか、もしくはいらっしゃらないかもしれない。でも大丈夫です。私がきちっと、お話しさせていただきますんでね。それから私がね、今度中丸トレーダーに今日聞いてみたいことがあったんですけども、それについては、もしいらっしゃらなかったら、後ほど、ちょっとね、お届けするという形になります。まあ、何にしてもですね、まずは、30万円の件ですね。30万円、ほとんどの人がもらえないという、そんなオチになってしまいましたね。この30万ってのは何かっていうと、まあ、生活が困窮してる人に、この30万円をね、支給して、まあ、これでしばらく持たせてくださいっていう話なんですけども、もともとは10万だったものが20万になって、それから30万円になったんですけども、この30万が、なんかね、まあ、低所得世帯って言いますかね、住民税非課税の世帯にということだったんですよ。まあ、そうなるとですね、ミーティングの待機室に参加しました。どういうことなんだ。全員のニュースを。あ、もしもし、はい。お、中村さん、こんばんは。あ、はい、こんばんは。どうもどうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今日もね、中村トレーダーにお越しいただいたんですけど、皆さん。はい。ねえ、どうですか、30万。やば。いいんすか、愚痴ばっか言って。そういう回でいいんですか。ね、俺たちによこせってわけじゃないけど、これはひどいですよね。いや
まあ、なんか住民税非課税世帯ですからね、もらえるのが、うん、だから単身の人だと100万、年収100万以下の人と、うん、まあ、夫婦で言っても150万以下ぐらいの人だから、年収で言ったら100万以下って、僕アルバイト高校生の時アルバイトで100万ぐらい稼いでたんで、それ以下の人しかもらえないって、うん、それ生きてこの生きてる人なんですかね、それもそもそもそも生活保護とか、しかもそこからさらに収入源の人ですから、はい、そうですね、そんなやついるのかなっていう、うん、そうなんです。今回だから多くの国民が自分の責任とは言えないようなレベルでダメージを受けていて、しかも政府の要請を真面目に聞いている人ばかりだと思うんですよ。はいはい。で、中には会社がね、まあ潰れちゃって、旅行者とか宿泊業特に。で、今就職活動してらっしゃる方もいると思うんですよ。私のところにもね、速稼塾のお問い合わせのほとんどが、急に店が閉まったとか、急に会社が倒産したっていう方ばかりで、はいはい。まあ本当にね、とてもじゃないけど、今からやるんだったらちょっと1年後くらいにしか元気になりませんよっていう正直な話しかできないんですよね。うん。しかもアフィリエイトの状況って今そんなに良くないんで、はいはい、ね、転職サイトなんてどこももう出してないんで、広告、はいはいはい、どこも人を取らないですからね。うん。やっぱりこう、がっかりするようなお話ばっかりしないといけないときに、唯一ね、私が思うのは FX をやってた人は良かったねって話なんですよ。まあそうですよね。仮に今日そんなに思う通りに稼げていなくても、うん、今日から始めるのか、今までやっててこれからさらに力を入れていくのかってことを考えたら、やっぱ今までね、かじる程度でもやってた人はものすごく有利だと思うんですよ。うん、本当にね、それ以外なんか FX 以外なんか稼げる道あんのかなと思っちゃいますよ。本当ですよね。怖いですね。うん。あとは国民全員にもらえるものといったらマスクでしょ。うん。まあ、マスク別にね、もらえるんだったらもらいますけど、ただこれで生活をどう立て直していけばいいんだと思ったらね、気の毒になっちゃいますよね。うん。これでね、ちょっと希望があるのが、はい、なんか公庫ですよね。はいはい。政策金融公庫の特別貸し付けっていうのが今回のコロナウイルス対策としてかなり幅広く申し込みができるということで、うん、で金額もそこそこ何千万とかいう単位なんでね。で、これはね、まだ確認したわけじゃないですけども、1500万円以下だったら、割と早く決済というか実行されるそうなんですよ。うん。まあ、言うてもね、そんなに、まあ、助かる金額ではあるんですけども、結局、そのなんか売り上げの目処が立たないと、じゃあいつ返すんだって話になったら、うん、ちょっと地獄が先延ばしになるだけなんで。うん、強制的に国民全員に借金をさせる計画なのかなと思っちゃいますね、これは。うん、怖いですね、借金はね。やっぱりですよね。はい。で、まあ、いろんなそういうことがあって、私もね、情報発信者としては、一人一人の方に貸し付けとは言ってもね、かなり狭いものの給付とは言っても、可能性が見出せるって、すぐにお金になりそうなのはこれなんで、おすすめはしてるんですよ。うん、中村さんから見て、この今回の給付とか貸し付け制度っていうのはどういうふうに評価します？まあ、貸し付けですからね、まあ、よく言われてますけど、うん、借金ですから、うん、まあ、いつか返さなきゃいけない。そうですね。まあ、そのイギリスとかだと粗利保証とかしてますし、そうそうそう、うん、そのネットのニュースとかテレビとかで真水って言い方されてますけど、はい、現金を注入するっていうことです。貸すんじゃなくて、うん、あげるっていうことを、まあ、世界中で、まあ、トランプさんとかもやってますからね。そうですよね、うん、トランプさんは200兆の財政出動プラス400兆の事業規模融資なんで200兆上げるんですよ、もう。プラス400兆貸すんですよ。もうそういう感じなんですけど、うんうん、もうそんぐらいの規模でやってる諸外国に対して、まあ、日本はもうこんなクソみたいなケチってるんで、うん、しかも200万も100万以下の人しか30万もらえないとか、そうですね、とか言ってるのも、そもそもなんかこうなんか経済潰しにかかってんじゃないかなっていうか、うん、何のためなのかなって思いますけどね、この自虐視感はね。どうなんですかね。やっぱりこのドル円とかを扱っていて私思うのは、はい、アメリカなんていうのは600兆合計でね、
なんですか、資金奉仕するわけですよね、財政出動。はいはい。それに比べて日本の財政出動の金額がこれだと、かなりこの通貨のバランスとかすごく不安なんですけど、その辺はどういうふうに見たらいいんですかね。あ、もう一回いいですか。あのアメリカでは600兆が市場に放出される見込みだと思うんですよ、はいはい、で今回失業保険もなんか1000万件くらい申請があったわけでしょ。そうですね。むちゃくちゃドルが市場に出てきてるときに日本円はあんまり出ていかないっていうかね、はいはい、これだから大きなバランスを壊すのかな、もしくは、まあ、あの放出の期間がね一瞬なのか、それとも何年かにわたってっていうのがまだはっきりわかんないんで何とも言えないんですけども、うん、この円とドルの市場供給のバランスを考えたときに何か起きそうな気がしませんか。まあ普通に考えたら円高になるんですけど、うん、まあ円高になって、うん、デフレですよね。そうですね。まあ、そのお金を渋ってるんでお金の循環が悪いくなるってことは、うん、もうサービス、物やサービスが売れないからお金が出ないから給料上がんない、企業が儲かんないっていう、そのデフレスパイラルになるわけですけど、まあ、はい、それを20年続けてきた日本ですから、あの分かってるはずなんですよね、うん、お金を出し渋るとデフレになるっていうのを、まあ、なんで、そうですね、うん、今の段階でもうお金がとにかく回らないような経済状態の時にお金を出さない、あのでアメリカだけは出してるってことなんで、うん、日本のはい、デフレは進むでしょうし、経済は衰退して諸外国だけで経済が復活していくっていう、あの、まあ、リーマンショックの時とかってそうだったって言われてますけど、ああそうですね、なんかそれのもっと過激なのが来そうですね。そうなんですよね。あの時はもうオバマさんが、財政出動して金融緩和もして、うん、もうめちゃめちゃあっちもだから15ドル、うん、1500ドルの小切手を配った、うん、ああらしいんですよ、過去、うん、まあリーマンショックでそれなんで、うん、今はだからもっとやろうとしてるわけじゃないですか、トランプさんが。もう凄まじいですね。もうだからあの過去のなんか苦い思い出の再来っていうか、あの時だからあの世界各国で財政出動してお金をいっぱい出してたんで、はい、あの円高になったじゃないですか、70いくらまで、はいはい、そうそう、77円とかになりましたね。はい、まあああいうことなんですね、要は世界中でお金吸って財政出動してるのに日本だけやらないと、まあ、円高になっていくよっていうことですね、うん、そうですね、はい、ああなんかいろいろとこう怖いなと思いながらね、このなんですかね、市場を見てるんですけども、まあこれ何度もね、あの放送でも言ったり自分でも本当に心に染みるんですけども、FX って個人的に豊かになるけど社会を救うことがなかなかできなくって、うん、うん、だからなんかすごい怖い二極化が超加速して、うん、もう宇宙の彼方まで行っちゃうんじゃないかなみたいなね、はいはい、中堅どころ全滅みたいな、うん、うん、怖いですね。もうそうですよね、うん、でこの状況からまあそれでもねやっぱりお金稼いでいかないといけないと、私が懸念するのは、うん、その財政出動するとアメリカとかそれから他の諸外国ってのは事業が潰れずにお休み状態ができるんですよね、いつでも復活できると思うんですよ、はいはい、でも日本の場合はお金入ってこないんで全員倒産してもう会社閉めてもう人材もバラバラになって、うん、どっかの野垂れ神社みたいな形になると、じゃあ経済世界で復活しましたよとかね、コロナショック去りましたよって時にもう生産能力、その供給能力がなくなっていってしまって、うん、要するに戦争で空襲で工場が全部破壊されたような状況で、さあスタートだぞみたいな形になるんじゃないかなと思ってね、うん、本当にその完全に経済が止まるんじゃなくて破壊されてしまってね、うん、これ一回閉めた店とかホテルって再建不能ですからね。そうですね、うん、それぞれ別の暮らしとかに入ってしまったりとか、中にはね本当に職場に復活できないような身体状態になってしまう人もいると思いますし、精神状態とか、うん、でやっぱりね、私ね店舗を閉めてた経験から思うんですけども、3年ぐらい店閉めると電気系統がいかれてきて、なんかオーバーホールしないとダメなんですよ。ああ、それはね電気をよく使うパチンコとかスロットの店だから余計そうだったのかもしれないんですけども、はいはい、あとは警備に人つけるお金がなかったんで、うん、泥棒が入ってエアコンとかね照明とかに持ってかれてるんですよ。久々にそのパチンコスロットに、山口県のスロットに行ったら、そのエアコンの室外機が切断されて売られていたりとかね、変電施設が盗まれて
多分そのユンボとかで持ってくんですよ大胆にすげえことするなだから防犯ができないんで、お金がなくて、うん、持ってかれ放題みたいなね。カジバ泥棒ってやつですね。そうです、カジバ泥棒なんですよ、はいはい、久々に行ったら全部取られてたみたいなね。ああ、なるほど。で、電気系統も動かないし、はい、うん、まあ、水道とかあのガスとかっていうのは復活したらすぐに治るんですけども、ただ消防法がまた一からなんで、うん、まあ、だから営業再開なんてとてもできないんですよね。本当にね、数年閉めたらそんな状態になっちゃうんで、うん、でもホテルとか旅館業とか、まあ、バスとかの会社もそうですけども、じゃあ1年後に再開きれいにできるかなって思ったら、誰かが管理してないと非常に難しくって、ランニングコストかけながら、うん、そういうのがね、すごくね、あのいろんな店を閉めてきたりとか倒産させてきた身としては、うんうん、あの多分むちゃくちゃ怖いんですよね、うん、再開にコストがかかるみたいなね、はいはいはい、で大抵はもう人材がちりぢりになっちゃってるんで、うんうん、また人を一から募集するみたいなことになるんですよね。だからそういう意味で言うと、あのアメリカみたいに現金給付すると、とりあえず会社につなぎ止めておくことができて、自宅待機だよっていうふうに半年とか1年させておけるんで、復活は早いんだろうなと思うんですよね、うん、そうですよね、うん、まあそんなこともいろいろ考えるんですけども、あの、うん、やっぱりね、今回放送に今回参加してくださった方、前回参加してくださった方としては、やっぱここでね、社会の状況はいろいろあるけども、とりあえず自分で自力で稼ぐ方法を FX に見出したら、結構センスのいい方だと思うんですよ。この FX 以外でも悪いとは言わないんですけども、うん、結構きついですよ、今みたいな360度すべてのビジネスが本当にね、削退で 50% 減とか 90% 減とか 100% 減になってるような、うん、よくわかんない状態なんで、うんうん、じゃあ飲食店やってる人がね、いきなりネットのビジネスを始めたとか通販始めたとか言って、これまた難しい話なんで結構、うん、そういう意味では FX でどうかなと思った人は、私はね、センスのいい人だと思うんですよ。うん、まあ、ですので今日はね、FX の話を中心に、ちょっと社会情勢はこのぐらいでお話ししていきたいと思うんですけども、改めてよろしくお願いします。うん、お願いします。ね、私のところにね、中村さん、あの、来た質問で、まあ、よくある質問といえば質問なんですけども、2つ今回共有したいことがあるんで、中村さんなりのお考えをお聞かせいただければと思いますので、うん、1つ目、お尋ねします。はい。これよくあると思うんですけども、あのもうまさにね、電話でかかってきたんですよ、私のところに。はいはい。で、電話はまあ、あんまり出ないんですけど、出たんですよね。はい。だからまあ、FX の話をされていて、はいはい、あの。FX を勉強してお金を稼ぎたいんだけども、そんな時間はないし、自信がないって言うんですよ。はいはい。で、そこでね、久保さんに30万預けるんで、はい。毎月10万ぐらいなんとか、くれませんかって言うんですよ、増やして。はいはいはい。気持ちわからないでもないんですけども、まあ、私はね、ちょっとお断りしたんですよ。はい。ちょっとまあ、そんなね、ゼロになる可能性ありますよって話、まずしないといけないし、はい、まあ、ゼロにするようなことは私、ないと思うんですけども、ただね、はい、そういうことじゃないんですよね。はいはい。やっぱり、自分で稼ぐのか、人に預けて、なんかね、それはちょっと全然乗れないんですよ、そんなの。いきなり電話してきて、預けるんで、なんとかっていうの。まあ、そりゃそうっすよね。うん、それで中村さんもなんか言われたことあるでしょ？ありますね。うん。ファンドマネージャーとして仕事としてやるんだったらまだしも、うん、はいはい。個人的にお願いみたいなのはどういうふうに話されてます？いや、しかもお前30万なんで、でその無理して、人のお金ですから、うん、なんで顔が見えなくて、全く知らない人だったら結構どうでもいいと思うんですけど、うんうん、電話してきて、なんか、割と面識があったりとかする人のお金って、そのメンタルきついじゃないですか。溶かしたらいけないとか、はい、負けちゃいけないとか、そういう気持ちがあって無駄にエントリーできなくなっちゃったりとか、かといって増えてないから変なとこエントリーしたりとか、いろんなこうプレッシャーがかかって人のお金を寄せるってちょっと自分のお金を寄せると話が違うんですよね。難しいんで、そうですね、僕は全部その人のお金、うん、あの面と向かって投資家さんの顔が見えるお金っていうのを運用しないようにしてましたね、うんうん、あの誰かわかんないどっかから集めてきたその集金部隊みたいな人たちがいて、はい、そういう人たちが集めてきたお金なら僕関係ないんで、うん、回しますよとやった。それがファンドなんですけども、うん、要は簡単に言うと、まあ、そうですね、うん、なんでね、人の自分で増やさないとやっぱやってくれる人なんてそもそもいないですから。そうですね。じゃあ僕もやってほしいですよ本当なんなら
リスクエッジとしていろんな人に増やしてってやってほしいですけど、やってくれないですよね、そんな。うん、そうですね。無理ですっていうしかないですよね。そうなんですよ。これね、理由を説明するのもちょっとなんか違うなというかね、バカバカしいって言ったらちょっと言い過ぎになっちゃうかもしれないですけど、うん、心の中ではバカバカしいと思ってたら、この理由を説明するのもバカバカしいなと。うん、でもこれはなんかこう、すべてのその、FX プレイヤーで、そこそこ勝率を高めた人が必ず言われることだと思うんですよね。うんうんうん。まあ、ですので、この放送ね、聞いてる方で、成績が出始めた方、必ずこれ、来ると思うんですよ。うん。頼むよって。うんうんうん。これ、受けていいことが全くないんですよね。そうですね。多分、受けた瞬間に人間関係終わると思った方がいいですよね。はいはいはい。まあ、ほんとそうですね。うん。で、仮にね、初月30万預かって10万渡したら次の月もやってくださいって言われるわけじゃないですか。そうですね。永遠じゃないですか、これ死ぬまで。うん。絶対これはね、受けちゃいけないし、言ってもいけないですよね、こういうこと人に。うん。ということをちょっと釘刺す意味で、皆さんもね、それは違いますよ。自分で、自分のお金には責任持ちましょう、自分の人生には。そうですね。ということですね。うん、はい。お願いします。もし、どうしてもそれしたい場合は、投資信託とか、ファンドに、はい、まあ、入っていただいて、ファンドマネージャーにお金をお預けして、うん、ゼロになっても大恨みしませんみたいなね。はいはい。あとは、名前と顔が分からない状態でやってください。そうですね。運用者の担当者は知らないんで、その人に。そうですよね。はい、うん。だから数値のこのカウンターっていうかね、ゲージとして数字が見れるような形にすればまだしもなんですけども、うんうん、なんか顔がちらついたりね、なんか笑顔とか怒りの顔がこう、はいはい、工作するんですよね。そうですね。それはきついですよ、本当に。しかも30万で10万円を毎月出すって、もうよっぽどですからね。そんな投資信託あったらみんな預けてます。うん。うん、そうですよね。うん、まあ、すみませんけど、皆さん、その辺はね、本当にご理解ください。そういうものではないということでございます。そういうことですね。はい。で、2つ目なんですけども、うん、これもよく聞かれることだと思うんですけども、うんうん、FX 一生懸命やってるんだけども、勝てないんですと。はいはい、で、まあ、どういうふうなことをしてどう勝てないのかっていう説明はないんですけども、うん、なんで勝てないんでしょうかっていうね、すごく範囲の広い質問が来るんですけども、うん、それはどういうふうに対処されています？まあ、勝てない理由ですか。うん、うん、まあ、1個目はだから、その相場をなんかギャンブルとして見てること、うんうん、そのやっぱ法則性があってその通り動いてるっていうふうに思わないと、はい、まあ、どこで仕掛けていいかわからないんで、まあ、まあ極論2分の1なんで、はい、まあ、やるようによっては、ね、適当な人がやっても勝てるかもしれないですけど、うん、まあ、少資金で増やしていくってことになると、やっぱりある一定の場所、その反転反発しやすい場所、勝ちやすい場所っていうのが、まあ、はい、存在するんで、そこでエントリーしていくだけを淡々と繰り返すことができてないパターンは勝てない、はい、ですよね。うん、そうですね。うん、まあ、あとは資金管理もできてないと勝てないですかね。うん、はい、うん、そうですね。資金管理はよく言われることなんですけども、うん、具体的に資金管理ってやっぱりね、こう理解されてない方とか、そもそも言葉は知ってるけども突っ込んで聞くぐらい興味がないって方が多いのかなと思っちゃうんですけども、うん、そんなこと感じたことないです？はい、まあ、資金管理、そのだからなんだろうな、例えば10万円あって勝率が 50% です。はい、あ、で、1回の負けが2万円です。うんうん、そしたら 20% の損失じゃないですか、一発負けて。そうですね。まあ 50% なんで、まあ、うん、あの、極論言ったら5回連続負けることもあるわけですよね。まあそうですね。はい、ってことは、2万円ずつずっとかけてたら、5回連続負けた日に全部なくなっちゃうわけですよ。うん、それじゃダメじゃないですか。本当ね、はい、はい、なんで、まあ、勝率 50% であるんであればもっと損失を抑えていかなきゃいけない。1回の負けで、はい、例えば 2% とか 3% とかだから3000円とか、うん、そんなもんですよね。そうなんですよね。そう、5回連続負けても1万5000円で 15% ぐらいですから、5回連続で仮に負けても、はい、うん、そしたらまた再起できるわけですよね、はい、もう再起できないような金額を負け出すと、うん、それも資金管理じゃないし、うん、仮にそのなんだ、勝率が 99% あって、はい、めちゃめちゃ勝ってるけど、うん、残りの 1% で全部溶かす可能性も、溶かせるわけじゃないですか、この世界っていうのは。はい、はい、そうですね。はい、それは資金管理としておかしい。で、はい、まあ、その辺ですよね。うん。うん、
その辺を資金管理しっかりしないと、99回勝ってても1回で全部溶かす可能性があるエントリーをしてるんであれば、それはダメですよね。はい、そうなんですよね。個別でやり取り結構深くやらせてもらう方が私も出たんですけども、うん、そういう時にその資金管理の時にね、その口座に10万円しか入ってないんですよ、うんうん、でもロットはでかいみたいな、うんうんうん、いやちょっとね、そのバランスは何回も私はお伝えしてるんですけども、どうも、うん、例えば数百円とか数千円ベッドになると、うん、これでは暮らせないとかって言葉が出るんですよ、うん、だからちょっとなんか順番間違えちゃってるっていうか、はいはい、それは10万円しかないものを毎月生活費を稼ぐために20万30万にしようとしてる、要するに 200% か 300% で増やそうとしてるっていうのは、はいはい、これ私今でもね思いもしないことなんですよね、うん、そんなんはちょっとまあ力がついたらできないでもないけども、うん、なかなか夢物語だなと思うんですよね。やっぱり10万円を12、3万にするのがまあ関の山じゃないかなと思うんですよ、正直1ヶ月かけて、うんうん、そうなるとやっぱりね、元金100万ぐらいあってやっと月の利益10万とか20万を捻出するのがまあいわゆる、うん、まあなんとか FX できてきたよみたいなレベルだと思うんですよね、うん、なんか夢見ちゃうのはその10万円でなんかね年収500万1000万とかいきなり、うんうん、それもだからね皆さんね違いますからね、そういうことではないですからね。そうですね、本当にそんな世界はないんで、うん、まあそれは無理ですね、うん、でコピーでねやっぱり1万円とか10万円でもできますよっていうのがあるんですよね FX は、うんうん、確かにできるけど1万円とか10万円の元金じゃとてもじゃないけど生活費は賄えないし、どっちかって言ったらその金額から始めたら、まあ、負けることが前提で進めないといけないんですよね、うんはい、まあ、そういうふうにねいろいろとこうちょっと覚悟をもう一回持っていただきたいなっていうことでね、勝ててない人は何でなのかな、資金管理は何でなのかなって話させてもらいましたけども、うん、さあそれではねもう一つまあ、すごく簡単な質問です。今度は前回もお話したと思うんですけども、何日本の証券口座とアメリカの資金、アメリカじゃない、海外 の、 あの証券口座ってあって、それどっちがいいんですかっていう話なんですけども、はい、ちょっと前回聞かれてない方もいると思いますので、今回ね、もう一回改めてお話いただいてよろしいですか。まあ、海外は、うん、レバレッジがすごい効くので、うん、まあ、888とか XM とかありますし、はい、まあ、3000とか、うん、1000とか、そういう会社もある。ので少資金から、まあ、やっていくことができると、はい、うん、で、まあ、日本はレバレッジマックス25倍なんで、はい、まあ、海外に比べたら全然低いっていうのと、お衣装ですね、お衣装ですね、追加証拠金、例えば、まあ、簡単に言うとだから10万円入れて100万円負けて、はい、残りの90万円マイナスですみたいな、はい、入金額の9倍負けちゃいましたってなっても、はい、仮にですけど、そういうことがあっても、海外はゼロカットシステムって言って、プラマイゼロで、うん、10万円以上の損はしないと。はい。金額以上の損はしないんですけど、まあ、国内証券に限って言うと、うん、90万円負けたら、それを追加証拠金という形で、まあ、請求されるわけですよね。そうですね。はい、それが、まあ、日本と国外の大きな違い。まあ、なんで、最初は、はい、海外でやると。うん、まあ、海外の方がどう考えても有利なんで、はい、まあ、有利なんで最初海外での証券口座でやって、そこからお金ができたら、まあ、日本の口座でちょっと税金が有利になったりする面もあるんで、はい、やっていくと、まあ、いいかなと思いますね、はい、まあ、最初はやっぱり海外の口座をお勧めしますよね、 XM 証券とか特に、うん、そうですね、うん、使いやすくて、まあ、信用もあるというところでバランスが取れてるのかなと思いますね、うん、そうですね。でやっぱり投資をする立場としては、なんていうんですかね、お衣装が求められるっていうのはすごく不安定で危険なような気がするんですよ、うんうんうん、例えば投資でなんか格言があって、ちょっと忘れちゃいましたけども、うん、とりあえず生き残れか、勝つのはそれからだって言葉があるんですよね、はいはいはい、絶対に資金をなくすなってことなんですよね、きっと。そうですね、資金がゼロになったら退場で終わりなんで、でお衣装はその上に
もっと払えって言われるわけなんで、再起不能ですよね、完全に。そうですね。うん。それはなかなかね、お金がなくて投資始める人が、お衣装で3000万求められたら、もう、裸足で逃げるしかないんで。うんうんうん。ちょっとね、だから資金に余裕ができるまでは、お衣装が求められるようにならないような形で、最低限のリスクエッジですね、それが。うん。入れた資金までしか責任持たなくていいみたいなね。うん。ところを私もちょっとね、お勧めしたいなと思いますので、はい、これ聞かれてる方はね、ぜひあの、日本の証券口座に、まあ、いろんなね、インセンティブがあるんで、口座作っちゃうんですけども、はい、5000ポイント付与とかね、はいはい、1万円あげますとか、うんうん。で、日本語のサポートなんでやりやすいんですけども、XM 証券も日本のサポートですからね、日本語の。そうですね。全然問題ないんで、その、なんですかね。操作法とか YouTube で検索したらもう出てこないものはないぐらい出てくるんで全然安心ですから、うんうん、やっぱ XM 証券をお勧めしたいなと思いますね。うん、そうですね、はい。まあ、今夜はね、このぐらいで集まった質問は終わりなんですよ。まあ、本当によくいただいているご質問と、はいはい、ここ何日かでね、改めて放送で取り扱ってくださいっていうことがあったんで、うん、その中から選ばせていただきました。うんうんうん。で今回名古屋ドレダに来ていただいたのは前回同様、やっぱりもう私もねビジネスずっとやってきて、まあ、あらゆるものはそこそこのポジションで MLM もそうですし、アフィリエイトもそうですし、それから転売もそうですしね、うん、で SNS マーケティングとか、あとセミナービジネスもそうですし、コンテンツ販売もすべて、まあ、現金にしてきたわけなんですけども、はい、ただ今回はなんか結構ね難しいなと思ってるんですよ。うん、アフィリエイトも案件がすごく絞られてきて、広告ビジネスがなかなかね厳しくなってくると、はいはい、で実は YouTube の、広告単価もこの時期結構この 2,3 ヶ月でねすごい落ちてるんですよ。ああそうなんですね。うん、私は個人的に上がってる方なんですけども、はい、なんで落ちてるかっていうと、単価そのものが落ちてるってことと、うん、YouTube の広告に参入する会社がちょっと減ってるのと、うん、もう一個は広告非承認のカテゴリーがちょっと増えてるんですよ。例えば新型コロナウイルス関連の動画っていうのは全てほとんど全てが広告つかないんですよ。みたいですね。要するに煽り動画とか作ったりとかする人がいるんですよね。で最近は都市封鎖に関するものも広告が出ないんですよ。うんうん。で恐怖を煽って人を集めて広告収入みたいなモデルがやっぱり広告扱うものとしては考えるじゃないですか。はいはいはい。ほとんどつかないですね。うん。で、その反面、テレビで恐怖を煽るのは、広告会社がむちゃくちゃお金払うんですよ。うん。何なんだよって思いますよね、はいはいはい。で、YouTube は結構、儲からないんで、なんか、真面目にビジネス系のやつやるとか、うん、トレンドニュースやるとかっていうのだったら、あんまり変わらないんですけども、うん、今、本当に必要な情報を届ける人は、ほとんど広告料がもらえないっていうね、パラドックスが起きてるんですよね。そうですよね。だからね、結構ね、広告型っていうのは、厳しいと。はあ、なるほど。で、唯一じゃないんですけども、私がね、今目をつけてるのが、結構広告単価良くって、なんだろうな、収入が上がりやすいなと感じてるのが、出会い系サイトなんですよ。ああ、そうなんですね。むちゃくちゃいいです、これが。へぇ。要するにね、これちょっと、まあ、この放送でちょっと言っちゃいますけども、はい、東京中心に、まあ、夜のナイトクラブとか出るなっていう、あ、はいはい、ね、要請があったじゃないですか、はいはい、実はね、なんですかね、性風俗のメールマガジンがむちゃくちゃ届くようになったんですよ。デリヘルとかハコヘルとかっていうイメクラとかね、うんうん、あれ大体 2,3 日に1件しか届いてなかったのが1日に4件ぐらい届くようになったんですよ、各社、うん、っていうのが営業むちゃくちゃ濃くしないと人が来なくなってるってことだと思うんですよね。で、要するにそこで働いてる女性たちが今それ以外なかなかできないわけですよね、はいはい、で今しかできないわけですよ。要するに若さが失われたら結構厳しい業界だと思うんで、はい、今売り込んでお金作んないといけないのにこんな状況でね夜の歓楽街行くなって言われたら結構ダメージを受けてるところとか多いんだろうなと思うんですよ、うんうんうん、だから出会い系サイトに登録してそっちでも、まあ、ワントゥーワンで、まあ、エンデルみたいなことをしているようなんですよ、どうも、はい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 、私がやってるわけじゃないんではっきりは言えないんですけども多分そうで間違いないと思うんですよ、はいはいはい、で、出会い系サイトの会社もむちゃくちゃインセンティブ上げてきてうんなんか1件6000とか8000とかなんか無料登録させると取れるんですよね。へえ、高いですね
だから今まで4000円前後だったんで、本当に軽く倍になってるんですよ。へー。要するに女の子もそこにどん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 入ってきてるし、男性もナイトクラブに行ったりとかするんじゃなくて、キャバクラに行くんじゃなくて、性風俗行くんじゃなくて、そういう一人との濃厚接触でね、なるほど、安全だと思ってるんでしょうね。安全じゃないような気がするんですけど、はいはい、超濃厚接触なんで。確かに、うん、まあ、この辺は私のですね、まあ、全体像は想像なんですけども、ただ現象だけ見ると出会い系サイトの登録率とインセンティブが上がっている、うん、稼ぎやすくなってるのが広告収入の中で、まあ、唯一と言っていいかね、私の、うん、見るところから見て儲けられるような形なんだなと思ってるんですよ、うん。まあ私がそれをやってるわけじゃないんですけどね。もう出会い系サイトのアフィリエイトやったらね、もう奥さんにむちゃくちゃ怒られてるんで、もうやめてます。だからね、スマホのトップ画面に出会い系サイトのアプリがもう全社搭載されてるんですよ。はいはいはい。私の場合は。それを見てね、ものすごくね、まあ怒ったというよりも、すごく泣かれた時があって、あ、いや、これはずっとやってるアフィリエイトだからって説明してもね、やっぱり割り切れないものがあったんで、もうその時一切手を引いたんですよ。なるほど。付き合い始めた頃に。はいはい。まあだからそういうのもあってね、まあ一応メールマガジンは全体のマーケット見るために登録を削除してないんですけども、うん、でも今は極端にね、営業がすごいですね。きちんとコロナウイルス対策してますとかね、健康状態チェックしてて、はいはいはい、病院にも行ってますみたいなこと書いてるんですけども、まあ、多分してないような気がするんですよ。してないでしょうね。うん、まあでもそんなことがあってね、ちょっとビジネスあちこちやりにくいんで、その FX ってものを私はね、私の見えてるところからすると FX がまあ現実的なんだろうなと思うんですよ、うんうん。ただやっぱりね、聞いてる方皆さん誤解されてほしくないのは、 FX を始めてすぐ勝てるわけじゃないですからね。そうですね、うん、私は1年間全く勝てなかったわけなんですよ、うんうん、これ何度も言いますけども、うんうん、で今3年目でまあなんとか FX 負けないようになったかなっていうレベルなんですよ、うん、だからといって3年かかるってわけじゃないですよ。やっぱりね、まあ、私のね、その学習の進め方も良くなかったかもしれませんし、個人差が出るもんですね、もうこれもともと、そういうふうな私自身の経験をもとに、失敗しないようにも勘違いしない、遠回りしないようにも伝えていこうかなと思うところが、まあ、私もあるし、うん、あと中村トレーダーもね、ちょっとこの FX を一番最初ゾーンの理論みたいなところから教えていただいた、うんうん、2年3年前からはやっぱり2年3年分進化もしてると思うんで、うん、今がねやっぱりお互いマックスの状態で皆さんにお伝えできる、うん、なんか最終進化バージョンじゃないかなと思います。1年だったらまたもっと進化すると思うんですけど。そうですね。ちょっとでも年末年始ちょっとがっかりした時期がありましたね、なんかいろんなことで。そうですね、僕は税務署が来たんでねえ。まあ僕とかって大体なんか法人単位で来ると思うんですけど、僕の場合個人に来たんで、うん、結構なんかそのそこに来るかみたいな感じだったんですけど、うん、まあ確かにその、まあ、ファンドやってる時期ですよね、その、はい、僕23歳でトレードを始めて25歳ぐらいの時にはもうファンドの運用をやらせてもらってたんですよ、はいはい。その時にその給料が1500万とか入った瞬間があって、すごい大勝ちした瞬間があって、はいはい、それってやっぱ25歳とかでそんな大金得たら、うん、しかも手渡しなんですよね、ファンドの報酬。あ、はいはい、なんで調子に乗るじゃないですか、完全に。確かにね。鼻も伸びきってて、はい、絶対もう俺がこの世代で一番稼いでんだみたいな、そういう勘違いをしたんですけど、うん、はいはい、その結果、やっぱクレジットカードを切りまくっちゃって、あ、はい、アメックスをすごい切って、はい、でもその引き落としが銀行口座なんで、はい、そこの銀行口座に入金して、お金を入金してたんで、これ全部多分現金商売で、現金で払ってたらいいんですけど、やっぱクレジットカード切りたいっていう、若い、うんうん、ゴールドカードだしみたいな。なね、ありますね。あるじゃないですか。とも貯まるしみたいな。うん、そのツケが、まあ、去年の、まあ、年末ぐらいに、うん、このお金何みたいな感じで、まあ、来まして。数千万ほどお金を持ってかれるような感じになったんですけど、うんうん、軽いなんか青汁王子みたいな感じ。そうですね、まあ、青汁王子みたいな、まあ、青汁まあでもあの人も言ってましたけど、やっぱ税金払う人って、うん、今回のあのね、非課税住民税非課税世帯もそうですけど、税金払ってないやつが金もらえるっていう、はい、税金払ってる人は何のサービスも受けられないっていう、この地獄の連鎖っていうか、うん、いや僕らがお金払ってるんですけどね。
まあ平たく言ったらそうなんで割り切れないもんありますけどもこれ稼いでいくと、うん、そういうなんか浮き目に合うっていうことで確保するしかないですね。いやまあどのないいように使ってくれたら僕らも、うん、まあまあしょうがないかなってなる部分もあるじゃないですかやっぱり。そうですそれはありますね、はい、でもなんかやっぱ使い方がどう考えたらその天下り先にお金が流れてたりとか、うんはい、なんか今回みたいななんか、うん、大事な経済が疲弊するような事件があっても、はいうん、もう一切お金を配らない、うんはい、再分配をしないっていう、うん、で出すだけ出してしかも、まあ、これ税金滞納したことある人とか分かると思うんですけど、はい、なんかこう督促状みたいなのが来るじゃないですか税金来ますね、はい、なんかあの すごい黙ってるとなんかあの色がすごい色のやつとか来るじゃないですか。あ、来ました。黄色と紫みたいなやつとか。はい。何色だよ、これみたいな。あれね、近所の人とか、郵便の人とかに、はいはい、バレてんだろうなって、恥ずかしくて。そうですよね。なんともすごい色のやつとか、もう脅かしてきて、なんかその資産を差し押さえますみたいな手紙が中に入ってたりとか、うん、する割に、こういう時何もしないっていう、なんか払ったってしょうがないなって。なんかね、そんな気にもなっちゃいますよね。はい、払い損だなっていうか。うん。はい。あのね、督促状で笑ったのが、車がレッカーされてる写真付きで来ましたよ、僕は。差し押さえてこうなりますみたいな感じで。怖なんだこれ冗談かと思った。そんなこともするんですね。もう脅しですよね。いろんなパターンでね、あの、うん、脅してくるんでしょうね、きっと。そうですね。うん。まあ、ちょっと面白いなと。当時はもう麻痺したんで、面白い。今度どんな特徴来るのかなと思ってあれもひどいですよね、うん。年利もすごい高いじゃないですか、延滞税も。そう。延滞税ってなんだよって、もう税ってそもそもついてる時点でなんかムカつくんですけど。うんそうですね、はい、15% とかですからね、うん、そうなんですよ。楽天カードのリボ払いぐらいの税率のうん、利率の高さですからね。それで商売してんだろうなっていうか、本当すさまじいよね。もうまあ税金のことはね、はい、もう頭痛いんですけども、稼げば稼ぐほど税金には悩まされるんで、はい、あの皆さんも稼げるようになったらね、本当にね、税金の勉強をしないと結構無防備になっちゃうんですよ。そうで、ね、で、納税額が上がれば上がるほど、税務調査に入られる確率が上がるっていうのが理不尽。そうですよね。なんだそりゃみたいな。はいはいはい、うん、まあ。そんなことありますんでね、皆さんね。よく覚えておいてください。はい、まあ、どっちにしても、勝ってからの話なんで、今度ね、今日放送に集まっていただいたには、どうしてもね、FX で勝ってもらいたいなと思うんですよ。うん、それはまあ当たり前ですよね。皆さんも勝ちたいと思って FX に入ってきたと思うんで。はいはい。でこれもね、さっき勝てない人の理由みたいなことを聞いたんですけども、じゃあ今度ね、うん、どうやったら勝てるのかなってみんな思うはずなんですよ。はいはい。なんかその本当に漠然とした質問で困ると思うんですけども、うん、まあ心がけてることみたいなのがあったらね、皆さんに共有していただきたいなと思います。精神的な面もあると思いますし、うん、まあなんですかね、テクニカル的にどうやって頭を使ってるのかみたいなこともあると思うんですけども、うん、なんかこう皆さん期待されてると思うんですよ、そういうこと。具体的にどうすればいいんだみたいなのはなかなか答えにくいと思うんですけども、うん、もわっとしたもんだけども、ふわっとしたもんだけども、ちょっとね、今日お伝えしていただければ励みになると思います、うん、お願いします。まあ勝つ方法っていっぱいあると思うんですよ、うん、その、はい、まあ僕の手法じゃなくても勝てる人は勝てるし、はい、ファンダメンタルズだけで勝ってる人も世の中にはいらっしゃるんですよね、うん、はい、どうやってか知らないですけど、はい、まあ、なんで勝つ方法は世の中にたくさんあって、うん、どれが正解っていうものでもないし、うん、ある時勝てる手法もあれば、ある時勝てなくなる手法もあるだろうし、はい、この辺はもう、ね、自分でやってみるしかないと思うんですけど、うんうん、僕の考えで言うと、まあ、相場マーケットっていうのは、その大口投資家、はい、僕らの小銭しかね、投入してないようなやつなんね、このトレードなんて、相場に反映されないはずなんですよ。そうですね。もう100万、200万、うん、それこそ10万、20万のポチポチしてるようなトレーダーの出来高っていうのは、はい、まあ、マーケットにもう意味ないと。うん。海になんか雨が降るぐらいの意味のない、はい、感じだと思うんで、うん、その大口の人たちですよね。海を作ってる人たち。はい、うん。の考え方とか、は
を、うん、インストールする、自分にインストールするというかですね、うんうん、まあ、どういう人たちがどういう考えで相場を動かしてるのかなっていうのが分かると、うん、ちょっとやりやすくなるかなと、うんうん、具体的にだからその大陽線大陰線が出てるところっていうのは大口の人たちが一気に動いたところなんで、うん、まあ、そういうところっていうのは反転反発しやすいよとか、うん、はい、あとはその点で取れられないその1ポジション、うん、例えばエントリーして逆行してしまうパターンってあるじゃないですか、はいはい、ただ戻って持ってたら戻ってきたのになっていう時もあると思うんですよね、うん、はい、ってことはその持ってれば戻ってくるってことは、うん、そのポジションをばらして、はい、あの例えば買いで入って下がっちゃったらもう一発買い入れるぐらいの、はい、まあ、難品って言われたりする手法ですけど、うん、まあ、そういう分割して売買するような感じでも、はい、あの点で取れられない人はそういうのでも僕はいいと思うんですよね、うんうんうん、でやり方はいろいろあるんですけど、まあ、大前提としてはその海を知ることですよね、はい、海をね、はい、その相場っていうのは何かっても何言っても、うん、でその例えばいろんな手法があって、はい、うん、マグロを釣りたいんだったらマグロの釣る餌が必要じゃないですか、はい、エビとかじゃなくて多分 うん、それなりの魚が餌になると思うんですけど、はい、じゃあ例えばそういう相場の時マグロを釣りたいような相場、うん、この大陽線、はい、大陰線の根拠でエントリーしたい時には、はい、その人たちの気持ちを考える、その人たちがどういう考えでここで売り返したのか、うん、っていうのを読み取れるようになれば、はい、いいんじゃなかろうかと、うん、はい、そうなんですよね。そこがなかなか難しいって話に皆さんうなずいてると思うんですよそうなんだけどそこがなかなか難しいと、ね、まあどっちにしてもその今日ね、アドバイスいただいたような一言で全部解決するものではないと思いますし、うんうん、ある一日で、一日の体験とか学習中で急に勝てるようなものでもなくって、うんうん、あの前回もお話ね、させていただいたんですけども、うん、やっぱある程度積み重ねていく、しかも密度濃くっていうのがない限りは壁は突破できないと思うんですよね、うんうんうん、濃く継続っていう期間がないと、うん、なかなかそうですね、いけないんじゃないかなと思うんですよ、はい、厳しい言い方ですけども、うん、あの FX ってビジネスほど甘くないんですよね、うんうん、投資っていうのは、うんうん、あの勘違いとか知らなかったっていうのは全部お金ぶんどられちゃうんで、はいはい、うん、だからねすごく悔しい思いとかもして自分は無理だなと思って自ら退場していって二度と来ない人の資金で利確をねさせてもらってるわけですからね、勝ってる人は。そうですね、うん、だからね、うん、やっぱこう退場するような事態にならないようにリスクヘッジをちゃんとして資金管理をちゃんとして無理な投入金額いかない、うん、そして負けたのには必ず原因があるはずだっていうふうに探求してほしいかなと私は思うんですよね、うん、で負けたらなんとなく終わった、次頑張るぞ、前回の負けを取り戻すぞみたいな、これギャンブルなんで、うん、必ず攻略方法っていうのは隠されていて、うんうん、100% じゃないにしてもその勝率っていうのは五分五分以上には私はね高めていけると思うんですよね、6分4分とかには少なくとも、うんうん、そしたらもう負けないわけですから、6秒分になるだけで。そうですね。そこをね、あの、まあ、これからも私としてはね、訴えかけていきたいし、うん、じゃあ、細かい手法としては、やっとこうね、お話できるんですけども、このゾーンっていう概念があったりね、うん、それこそ坂田五法みたいなのがあったりとか、うん、ダブルトップを見つけに行ったりとか、N 波動を取ったりとか、W の特徴を捉えたりとかっていうのが、あ、まあ、すごく大事になってくるかな、そういう基礎用語みたいなのがね。うんうん、でここにも一つ原因があって、基礎用語をあのなんかあんまり覚えてないんじゃないかなと思うんですよそこはね、やっぱり一人でやることなんで、皆さんね、暗記は必須なんでもうそれは無視しちゃダメですよ。私もたまにアセンディングトライアングル来るとディセンディングトライアングルどっちだったかなと思うんですけどそれは思うんですよ、はい、思うんだけども、そうじゃなくて、なんかそのなんていうのかな、これカラカサって何でしたっけみたいな話じゃなくて、それはもうちゃんと覚えてないといけない、はい、チャートの形と呼び名と特徴ってのを覚えてないと、いくら解説しても、うん、多分ね、何だったっけそれ後で調べようかなぐらいで右から左に抜けちゃうんで、うん、すごいもったいないんですよ、それは、うん、本当にね、ロウソク足1本が重大な意味を持つことって結構あったり、うん、髭の長さの割合が何を意味してるのかっていうのを微妙に捉えていかないといけないところがあるのが、はいはいはい、そうですね、私も解説しててね、うん、言葉にしなかったけども意味を汲み取ってねみたいなのが結構後で聞いたらね自分なりにあるんですよね、うん、だからそこはね本当に気がつかなくて申し訳ないんですけども、うん、なんかね伝える限界です、私としてはそこが、そうですよね、これは言ってないけど分かるでしょみたいなの結構あるんですよはいはいはい、
そこがね、言った通りになってないっていうね、思わせてるかもしれないんで、ますます私は解説のレベルを今年上げていこうかなと思います。うん。それですね、中村さん、はい、いよいよ本題といいますか、今日のね、まとめに入っていこうと思うんですよ。今日はいろいろお話しさせてもらったんですけども、はい、でその後に皆さんからね、質問があったら何点か受けたいと思うんですけども、うん、今まさにね、このプレミアムっていうコースを一緒にやらせていただいて、はい、まあ、私は生徒という立場ではあるんですけども、はい、まあ、お問い合わせも、ね、いただくので半分はちょっとね、学級委員長みたいな形で、まあ、できることはサポートしていこうと思ってやってるんですよ。はいはい。私にもね、答えれる、永久不変の答えっていうのありますから、FX の世界でも。はいはい。これはこうだろう、絶対誰に聞いてもこうだろうみたいなのがあるんで、それはやりますけども、判断に迷うところは、私じゃちょっとお答えできませんって言ってるんですけども、このね、プレミアムのコース、はい、で、今、セカンドのリニューアルを打ち出されてるじゃないですか。はいはい。で、これを私はまあ、俗称でファイナルっていう言い方もしてるんで、これ両方とも同じ意味ですかね、皆さんね。はい、でファイナルって言ったら、ね、ちょっとかっこいいんで、私がね、ファイナルって言わせてくれって言ってるんですけども、一応、セカンドのリニューアルですから。まあ、なんで、ランディングページ見られた方はね、セカンドって書いてるけど、いいんですかみたいな質問もありましたけども、全然いいですからね。はい、で、何が聞きたいかというと、これね、ファイナル、セカンドのリニューアルですけども、これ、まあ、スタートとしてはいつ頃と考えていけばいいんですかね、4月の半ばとか、あんな感じですかね。そうですね、まあ、一応その相場解説は今もこれプレミア入ってる人もいると思うんですけど、タイムラインの方に今貼り付けてるんで、はい、なんかラインアットの方式が変わったじゃないですか、はい、配信制限みたいなのができてできましたね、はい、できてるんで、その配信しすぎるとちょっと容量超えちゃうんで、はい、タイムラインの方に今相場解説の動画を貼り付けてるんで、はいはい、もうだから基本的には、リニューアルして今作っていってるんで、はいはい、始まってるといえば始まってるんですけど。あ、なるほどね。はいはい。じゃあもうその講義自体は今からでも受けれるから待つ必要はないよと。そうですね。で、肉付けされていくものがあるから、それは期待しておいてくださいってことですね。そうそうそう。今から、はい、新しいコンテンツを足していくっていうところです。はい、うん、ですので、ね、今回セカンドのリニューアルね、参加された方はもう実践できますんで、どん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 受け取っていってほしいなってところですね。はい。はい、まあ、ですんで、別に日程待つ必要はありません。もうスタートでございます。はい。はい、だからといって、まだ参加してない方が、もう入れないんですかってことはないですよね。そうですね。まあ、まさに今、昨日もそうですけども、お申し込みをいただいた方がいたりね、はい、ご質問いただいた方がいて、完全に、窓口は開かれてますんで、基本的にはお申し込みフォームをご覧いただいて、そこから、うん、参加手続きを取っていただきたいなと思うんですけども、はい、で今回このね、時間を取らせてもらったのは、まあなんかね、あれですよ、いろんな事情があると思いますんで、はい、例えばね、ちょっとスタートの資金があんまりないんですみたいなのはいつもついて、ま、回ってるんですよ、こういうの。そうですね。まあ、これがね、今日の質問の核になるんですけども、はいはい、一括しかないんですかっていう方に対しては、まあなんかね、それなりに措置があると思いますので、私は、ね、はい、直接中村さんに交渉してくださいっていうふうにお話してるんですよ。はいはい。メールアドレスをお付けして。はいはい。まあ、ですんで、まあそういう話もね、していただいたら、まあ柔軟に対応してくれると思いますんで、はいはい、全然ダメですよって話じゃないんで、本当に皆さん資金状態いろいろあると思います。こういう時期ですからね、特に。うんうん、ですので、そこはちょっとね、ここでも、料金の相談は受けてますんで、心配されないでくださいということでいいですかね。そうですね。一応、分割できるようになってるんで、はい、クレジットカードですけどね、クレジットカード決済をすると、はい、24分割までできるんで、うん、24分割だと、だいたい1日あたりに直すと450円ぐらいだったと思うんですけど、はい、で、参加できるようにはなってますので。はい。はい、ぜひそちらの方もね、皆さん、分割も利用いただけますんで、はい、ぜひね、利用、そちらの方を利用していただいて、このチャンス棒に振ることがないようにしてください。はいはい。で、どちらにしても、FX はね、生涯に一度身につけないといけない時代だと思うんですよ、もう。そうですね。うん、で、身につけられない方は申し訳ないですけども、ちょっとどっかで諦めるっていうフェーズも来ると思うんですけども、うん、ただ私ね、ちょっと諦める人がいるから、
諦めなければ相場で勝っていけるみたいに思うんですよ。はいはいはい。諦めてる人が、あの、そのマーケットにお金を置いて去っていくわけですから、うん、で、お金をいただくのは別にね、今年じゃなくても来年でも力をつけるときにいくらでもその相場からそれこそ天井知らずで持っていけるんで、うん、勝率4対6になるだけでもうずっとお金もらいっぱなしですからね。まあそうですね、もうリスクリワードだけで、うん、そうなんですよ。だから、うん、本当にね、ちょっとの努力なんですよね、そう考えてみたら、うん、そのちょっとの努力がすごいんですけど、ネット証券の解説がすごい増えてるってニュース見ましたけどね、この前。あ、はいはい。多分暴落したから買おうとしてる人がいるのか、なんかわかんないですけど、やっぱこう始める人が増えてるでしょうね。その、やっぱ年金2000万問題も結構問題になりましたけど、はいはい、老後とか、その将来に向けてお金っていう面ですごい、どうしたらいいんだろうって考えてる人いっぱいいるらしいんですよ、世の中には。はい、僕もその中の一人ですけど。やっぱりでもその、ね、今やってる仕事がいつまで続くか分かんないですし、うんそのね、今回みたいなことがあると、うん、ちょっとやっぱ不安になるなっていうのはあるんで、そういう人たちがやっぱこう、ね、資本主義なんでやっぱそこを利用しない手はないじゃないですか、はい、やっぱり、ね、お金を増やしたら増やした分だけもっと増えていくみたいな、うん、そういう世界なんで、はいまあ、お金に働いてもらうっていうのは一個あると思うんで、うんうんまあ、ネット証券の開設が増えているのもそのあたりが理由なのかなと。お金の心配とか、うん、将来に向けての投資ですよね。そうですね、うん、FX はでもその中でも多分株買うよりかは全然資金繰りがいいと思うんで、うんあのね、現物で株買うってよっぽど金なきゃ買えないじゃないですか。そうですよね。トヨタの株とかもクソ高いんですよね、100株買うのに、はい、60万とか70万とかで100株とかですから、はいまあ、レバレッジ効かせれたらね、またいいんでしょうけど、それも信用取引で、お衣装が発生したりとかしますから、そんなやんだったら FX やった方が早いなっていうのがあるんで、そうですね、とりあえずだから、まあ、FX やって、お金ができてから株に移る方が、まあ、効率的かなと思いますね、うんうん。そうですね、やっぱこう、少資金から FX、お金が増えたら株とか不動産みたいな流れがいいのかなと思いますね。はいはいまあ、一番王道ですよね。うん、金が増えてから株とか、うん、不動産とか、まあ、それこそ海外の積み立てとか、はい、海外に銀行を開いてとか、はい、とかもありますし、まあフィリピンの株とか、うん、ああいうのもなんかゴミくずみたいな価格で売ってるんでまあ、ああいうのにちょっと買ってみるかなみたいなのも、まあ、これから経済発展すると思うんですよ、うん、東南アジア特にフィリピン、タイ、はいまあ、インドネシア含め、あの東南アジアエリアっていうのは、はい、もうこれからが本当に、ね、昔の日本みたいな感じじゃないですか、今、人口比率もピラミッドでもうがっつりいってるし、うん、すごく綺麗ですね。はい、まあ、でも資源は結構豊富ですから、うん、そうなんですよね。うんまあ、なんで、あと英語も喋れる人が多いんで、ね、グローバルな、日本語は、日本は日本語だけですけど、はい、海外がこう、海外に行くのは結構億劫になっちゃうんですよね、うん、日系企業っていうのは。うん、でもやっぱ、はいね、アメリカ中心とした英語圏のエリアにこう進出しやすいのも、うん、フィリピンとかタイとか英語喋れる人たちが今後行けるんで、はいまあ、そういったらやっぱグローバル企業が育ちやすいっていうのもあると思うし、うん、ってなるとやっぱ新興市場あの辺の株っていうのはいつか上がっていくんじゃないかなって僕は思ってるんで、うんまあ、ちょっとその小銭ができたら株拾ってみるでもまあいいかなと思いますね。うんそうなんですよね。インドネシアの株って私もね、何社か買ってるんですけども、はいはい、1株なんか10円とかね、30円とか。そうですよね。だ1万円買ったらむちゃくちゃ大株主になるんですよ。はいはいはい。フィリピンもそんな感じでしたね、それは。うん。で、しかも、すごく伸びしろがあるんで、うん、これから為替の関係もあって、株も商品がどんどん売れたり、サービスが提供されたりとかしたら、上がるしか見えないですよね、やっぱ。と思いますけどね。だからね、余った資金をそこに配置しといて、まあ、10年後とか30年後むちゃくちゃ楽しみだなと思ってる。そうですよね、うん、フィリピンなんて人口比率がもうなんか23歳とか4歳とかみたいですから、平均年齢22、3歳なんで、うん、すごいパワフルですよね、22、3歳の平均年齢の国って。うん、で10年ローンとか30年ローン組んで
クレジットでどん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 買い物してますからね、うん、そうですそうです。なんかご飯もあっちラーメン屋さんがあの結構出てるらしくてあの1食1000円とかなんですよ。なんか日本より高かったりするんですよラーメン屋さんが、うん、であっちの給料って月3万とか5万なんですけど、うん、そうですそうじゃないですよ、はい、ラーメン屋さん1000円で結構並んでたりするんで、うん、なんかその、ね、勢いを感じますよね。すごいですよね。うん、デフレの日本と全く違いますね。うん、全然違って、うん、あのあれですよね、給料もどんどん上がってるからローンが怖くないですよね。あ、そうですね。もう、うん、インフレっていうか、まあ、どんどんこう GDP も上がってますし、日本だけですからね、デフレでずっと20年間苦しんでるバカは。いや、本当困りますよ、日本は。ずっとデフレですからね。うん、うんうん、そうね。だから世界に目を向けるためにもやっぱり、FX をね、なんとかものにしていただいて、うんうん、でやっぱり東南アジアの通貨っていうのも FX どんどん盛んになると思うんで、そうですね、ますますいいですよね。うん、と思いますけどね。特にね、あのなんだ、僕タイに結構行ってる人が多くて、うんうん、あのバンコクなんていうのは東京より栄えてるってあっちの人言ってるんですけど、ああ、はいはい、なんか言いますね。もうすごいんですよ、うん、あのリッツカールトンができたりとか、そうそう、まあ、その大手の、ね、宿泊施設もできたり、あっちはカジノとかもありますから、うん、うん、で海外の人がいっぱい来てお金落としてるんで、うん、日本なんてもうね、なんかもうインバウンド需要で生きてたようなもんなのに、こんだけインバウンドが来なくなっても安倍政権、はい、安倍政権のなんかインバウンドで観光客増やそうみたいなのも全部ダメですからね。全部パーになっちゃってね。アベノミクス全部。全部パーですよ。マスクしか残ってない。2枚だけ。もうね、やっぱ海外は内需がね、どんどんうまく行き出してるんで、うん、そうですね。日本も内需国のはずなんですけど、うん、内需を無視して外需に走ったんで、うん、それが今のツケになって、全部崩壊してるんで、うん、そうですね、うん。もうダメですよね、本当に。本当ね、まあなんとかこれから立て直さないといけない部分であると思うんですけども、ちょっと今の状態だと国内でじゃあなんかビジネス当てるかっていうのはちょっと先が見えなくなっちゃいますよね。まあちょっと厳しいですよね、うん、何やっていいんだろうみたいな、うん、何やっていいんだろうと思っちゃいますよ。もうね、やっぱ金融系はもうなんか伸びる気がしますけどね、なんかもうこういうのが起きるとやっぱ金融なんじゃないかなって思って、うんうん、はい、参入してくる人多いと思うんですよね、うん、やっぱりこう、ね、うん、飲食店とか壊滅ですから、うん、うん、そうなんですよね、厳しいですよね、うん、大事な店とかね、老舗の名店とか今回全くなくなってしまうんじゃないかなと思って、それはそれで日本の味がなくなっちゃって、うん、これこの旅行客インバウンドが今後もなくなるんじゃないかなと思っちゃいますよ、うんうん、いやないですよ、多分相当厳しいんじゃないですかね、うん、これなんかあのね、チャートとかも見てましたけど、やっぱ失業者もすごい多いですし、うん、あのリーマンショックの5倍とかって言ってましたから、あの失業者保険が。で、今1000になったんで、多分6、うんと10倍ぐらいになってるんですかね。そうですね、1000万人超えてきたんで、はい、うんうん、でさらにここから出ますからね。でもここからが本番だと思ってるんで。ここからが本番でしょ。はい、うん、かなりやばいと思います。大恐慌ですね、これは。いや、本当、第2次。大恐慌、100年ぶりの、うん、いや大恐慌じゃないですかね、うん、だからまあアメリカの影響がめちゃめちゃ強いんで、当時も、うん、あれウォール街のなんか暴落から始まったのが大恐慌って言われたりしてるんですけど、はいはい、うん、やっぱあっちの影響がすごい、世界的にも影響あるんで、はい、日本なんてもうもろにもうポチみたいなもんなんで、ゴリゴリに影響受けるんで、そうですね、あ、今からちょっとリスクヘッジというか、ね、その金融市場ではちょっとお金を、ね、3000でも4000でもいいと思うんですよね、日当、うんうんうん、0.1 ロットで30ピップスとかですから、うん、まあまあまあ、できなくはないかなと思うんで、はい、うん、そのぐらいの技術は身につけてもいいんじゃないかなと、はい、思います ね。皆さん、放送を聞いてる方も本当にそれを目指していると思いますし、はい、まあ、すでにクリアされている次の段階に進もうと思ってる方もいると思うんですよね。うんうん、で、まあ、今回、ここに集まっていただいて、また改めてね、ご縁持っていただくときに、そうなんですよ。ちょっともう一点聞きたかったのは、聞きたかったっていうかね、皆さんにお話したいのは、うん、プレミアムにね、すでに参加していて、今回新しいプログラムが出たんだけども、う
自分の立場はどういう感じになるんですかっていうのをみんなそれぞれ違うと思うんですよ。最初から参加された方とか、それから休眠状態で改めてやろうかなと思った時に、このセカンドのリニューアルをね、ファイナルっていうのがこう打ち出されて、どういうふうに自分は取り組んでいきゃいいのかなとか、追加料金いるのかなとか、いろんな立場からいろんな疑問が起きてると思うんで、それも込みでね、ぜひね、お問い合わせいただきたいと思うんですよ。私に質問いただくのも全然いいんですけども、これね、プレミアムに関してましては、速稼塾って名前ついてますけども、中村さんの塾なんで、私決める権利別に何もないんですよ。いやいや。だから、なんですかね、相談してくださいっていうことしか言えないんで、なんですかね、どういう進め方をするのかとかね、金額的にはどうなのかとかっていうのは、これは中村さんが決めてることなんで、ぜひね、相談をして、お話してみるっていうのが一番最初はやっぱりね、なんですかね、コンテンツのマスターにね問い合わせてみるっていうことから始めていただきたいなと思うんですよ、別に割引とかなんとかじゃなくても、ただねご挨拶するだけでも全然取り組み方角度が違ってくると思うんで、それは当たり前のことだと思うんで、スタートするときに、もしくは改めてもう一回お願いしますって時にメールの一通を送るっていうのは、やっぱりやっていただいて、あんた、なんですかね、意識を高めていただくと。前回、秋葉原で皆さん集まっていただいたこともありましたけども、今、集まるようなタイミングがないんで、メール一通で、自分の気を引き締める、気を引き締める意味でね、メッセージを送っていただきたいなと思うんですよね。そんな感じですかね、今日。そうですね。まあ、今の人は全然、成果料金とかないんで、はい、そのままやってほしいなって。まあ、諦めない、本当に僕何回もラインアップとか流してますけど、諦めたら本当に勝てるなくなっちゃうんで、なんか僕もだから相場で500万負けて、相場貯金とかっていう人もいるんですけど、負けた金額は貯金してると思えみたいな、いつか取り出すっていうイメージで、やるといいかなと思うし、ね、貯金したまま引き出さなかったらそのまま死んじゃうだけなんで、ちょっと頑張って、相場から、なんかお金を引き出せるような、別に1000円でも2000円でもいいと思うんですよね、正直なんか1000円で 毎日1000円取れるんだったら、タイとか行ったら普通にまあまあお金ね、暮らせるんで、フィリピンとか行ったらね、もうそれこそ日当1万円とか取れるようになったらもう普通に大富豪なんで、あっちだったら、そうですね、給料3万円ですからね、30万取れたらもう普通に年収300万みたいなもんですよ。こっちで言う本当ですね、生活があっちだとできるんで、まあ、日本にいるとちょっとそういう感覚はないかもしれないですけど、まあ、そんぐらいのことなんだよっていう、5000円1万円稼ぐっていうことは、ネットで稼ぐってことはそういうことなんで、諦めないでほしいなと思いますね、本当に。はい、そうですね、強いメッセージとしてはそれですね、諦めないことですね。ちゃんと学べばね、全員勝てるんですよ、これ今日参加してくださった方、本当にそうなんですよ。でそんなにね、すぐ希望が見えるものを今目の前に手にしていて、今実際に使っているわけじゃないですか、毎日ね。はいはい、自ら手放すってことがどんだけもったいないか、FX をずっとやってて、今やめちゃった方っていうのは、もう一回ね、手に取っていただいて、どれだけすごいものなのかとか。で、FX 以外に何か可能性が見出せるものって、そっちの方がなんかね、手放すべきものだと思うんですよ。もうそういう、ね、時代になったのかなと思うんですよね。嬉しいですよね。ねえ、なんかこう、実体経済もすごく大事なんですけども、とりあえず自分が豊かになる方法をつかみたいと思ったら、なかなかね、ちょっとお勤めに行ってるだけでは難しいと思うんで、金融をやっぱ扱っていただきたいなと思いますね。それが強いメッセージを出してやろう。本当にそう思います。じゃあ、そうだな、なんかご質問ある方のことを何名様か受けさせていただいて、今日は終了という流れにしていただければ、時間もいいかなと思うんですけども、ご質問あれば、どうしても聞きたいと思っていたことが皆さんねそれぞれあると思いますんで、声を出していただいたらちょっと順番に何名か当てていこうと思います。あ、藤本さんどうも、もう入会はできるのですかってご質問いただきました。はい、大丈夫です。大丈夫です。速稼塾の毎日の連絡の中で FX のところから、もしくは中村トレーダーにメッセージを出していただくと、あれですね、ランディングページいただけるんですよね。はい、そうですね、大丈夫です。ですから直接申し込んでください。私希望しますみたいな感じで、いつでも大丈夫です。いつまでも大丈夫です。はいはい、もうね、こうがっつり行きましょう。本当に私もね、なんかね、
これね、みんな書ける気がするんですよ、僕は。そうですね。うん。本当にね、お金なくして退場する人のお金をみんなで分けてるんですよ、これ。えげつない言い方したら。で、ずっといる人はいつかももらえるんですよ、それ。そうですね。しかももらえるんだったら、その生涯ずっともらえるんですよ。うんうんうん。これすごいなと思いますよ、だから。技術ですからね。うん、技術なんで、FX って理論理屈がもう今後も変わることがあんま考えられないんで、うんうん。同じですよね。同じですね。同じ法則と、あとチャートは上がるか下がるしかなくって、うん。斜めがないんで。はいはいはい。回転するとかないですからね。ないんで、そうですよ。はい。うん、本当にだからね、10年20年やれるビジネスなかなかないじゃないですか。ないですね。もう時代が変わるし、うん、僕らがこうネットで活動っていうかお金稼げるようになった時代から結構変わったじゃないですか。変わりましたね。 Facebook が出てきて、うん、ミクシィが消えて、はい、Instagram が出たりとか、アメブロが禁止になったりとか、うん、そうですね。はい。すごい変わりますね。いろいろ変わるんですよね。やっぱこう、ビジネスやってる人、会社経営してる人って、やっぱこう、なんだろう、柔軟に考えるじゃないですか。やっぱ広告先変えたりとか。はい、はい。やっぱマーケットがどこにお金が流れてるのかっていうのが変わると思うんですけど、うん、なんかその影響で潰れちゃったりとかも、まあ、もちろんあるんで。まあ、そうですね。今のこの、マーケット、金融マーケットっていうのは、まあ、ずっと変わんないんで、変わんないですね。うん、ここだけで、ここのリスク、うん、失うリスクはちょっとありますけどね、最初負けちゃうって、うん、そこ乗り越えれば全然もうずっとお金稼げると思うんで、まあいいと思いますね。はい、はい、うん、そうですよ、皆さんご質問ある方はいらっしゃいませんか。あ、藤本さんありがとうございます。ご入会ぜひね、よろしくお願いします。安倍政権の文句でもいいです。頑張らせてください。安倍政権の文句でもいいですよ、ほんと。森友はなんとかね、したい。あれもひどいですよね。ひどい。すごいひどいです。なんで佐川は捕まんないんですかねって思いますね。ね、いやあれ退職したかららしいですけどね。意味わかんないですよね。だって公文書偽造ですからね。ね、はっきりとした犯罪ですか、なんな。あれだ、パスポート偽造したのと一緒ですかね、公文書。一緒一緒。偽札作るのと一緒ですからね。一緒ですよね。あれで逮捕されないってもうどうかしてますよ、この国は。本当ね。いや、本当に。めちゃくちゃですよ。うん、ん人の税金取ってる暇ないだろうと思う。いや、ないですよ。で、なんかね、長官ですからね、本当に。そうそう。あの、青汁王子に入った時の責任者がまさに佐川だったという、ね。はい、ああ、そうですね。あの事件の直後という、ね。お前が一番悪いじゃねえか。すごいなと思います。人死んでますからね。やっぱ書き換えさせてますからね。最近またね、記事が出て再燃しましたけども、うん、うん、なんかコロナ騒動でまたなんかトーンが落ちそうです。いや、もうそうですね。いや、あれをごまかしちゃいけない事件だなと思うんですよ。いや、僕もあれだって、あれ OK にしたら国の形としてもう成り立たないじゃないですか。成り立たないしね、ほんとひどいなと思うんですよね。ひどいですよ、ほんと。まあね、その中でも生き延びていかないといけないときにね、もうこれしかないなと思うんですよ、私はね。ぜひ皆さん選挙に行ってくださいね。選挙もね、行かないといけないですね。ぜひ行ってほしいです。安倍政権に入れてちゃダメですよ、ほんと。ほんとね。これは何なんだろうね、ひどい。いつの間にかひどいことになったなって。久保さんの放送見てる人で、安倍さんに入れる人いなそうですけどね。いや、もうなんかね、結構ね、怒ってますからね。僕も怒ってます、最近。いや、お金は配るべきですよね、やっぱりお金は。これ配った方がいいですよね。その、供給サイドが絶滅するんじゃないかと思うんですよ、これは。そうですよ。やっぱサービス、こう提供してる側が潰れちゃうと、受ける側も受けられないですからね。まあ、飲食店潰れちゃうと飲食できないのと一緒で。できないですね。はい。うん、もう。やっぱね、お亡くなりになる方も増えたりとか、あと、まあ、犯罪も増えると思うんで、いいこと全くないんですよね。うんうん、そうなんですよね。豊かになればなるほど犯罪率が減るんですよね。その、かけるリスクに合わないから。まあ、そうですよね。でもね、もう、何やけになっちゃうわけですよね、もう出口がないと。ああ、なんかでも今日もあれですね、安倍政権、安倍総理の渋谷区の自宅に誰かが侵入してましたけどね。ああ、そうなんですか。なんか、すごいです。で、なんだっけな、なんか、
親と喧嘩したから入ったっていう理屈だったらしいんですけど、多分なんか変わったんでしょうね。あの報道の変更でもされてるのかな、うん、あ、今ご質問いただきました。あの、はい、日経22号されてる方からはい、はい、FX の方がテクニカルなんでしょうかっていうね、チャット入りましたけども、いかがですかね、まあ、この。そう、まあ両方一緒っちゃ一緒なんですけど、うん、僕は FX の方がテクニカルキックってイメージはありますね。あの、差し値が結構入ってるんですよ。あの、うん、FX の方が。そうですね。なんだこう、ラインぴったりで反応したりとかってあるんですけど、うんうん、まあなんかその、そういう日経よりもテクニカル素直かなっていうのは、僕も最初株でやってた人なんで、はい、出来高の話になっちゃうじゃないですか、あれってなんかやっぱ、板とか見るんですけど。うんうん、まあ、板薄いと全然ダメなんで、はい、FX はそんな板が薄いってことはほぼほとんどないんで、うん、まあ、テクニカルの方が効くのはまあ FX かなと思いますね。うん、そうですね、うん、確かにね、うんうん、あのやっぱりテクニカルってどこで生まれたんですかね。江戸時代ですか、やっぱり。あ、まあ江戸時代の時にはもう坂田五法があったんで、ローソク足考えたら日本人って有名ですけど、日本人らしいですね、はい、あの本間宗久さんって人がいて、この人がすごかったんですよね、うん、米相場の先物で大儲けした人なんですけど、はいはい、うん、この人は世界でもすごいって、まあ、言われてるんですけど、日本ってその金融大国だったんです、はい、昔は江戸時代の時ってみたいですね、なんかね、まあ、すごかったんですね。やっぱそのローソク足考えたりとか、うん、先物市場を作っちゃったりとかしたんですけど、はい、なんかこう教育の弊害ですかね。やっぱ日本が後進国みたいな感じになってて、まあ、投資に今日臆病なんで、うん、うん、でもっとすごく国だったんですけどね、金融に対しても、うん、そうですね。どうしちゃったんでしょうか、うん、取り戻せ金融大国。いや本当ですよね、シンガポールに越されてますから、もうダメですよ。うん、悔しいですね、そこはね、やっぱり、うん、今世界一物価高いみたいですからね、シンガポールは。ああ、シンガポールね、高い、高い高いと聞いてましたけどね。物価がもうすごい高いんで、やっぱだからあっちの人たちってお金持ちが多いの、そういう理由ですよね、はい、やっぱ、うん。サービスとか物とかもあっちでやった方が儲かるってことなんで、物価が高いってことは。まあそうですね。シンガポール。まあ政策もあったんでしょうね、なんか金持ちをすごい優遇してくれて。そうです、そうです。うん、うん。うん、なんで、そのお金持ちがいっぱい来るから、物価が高くなるわけですよね、はい。お金惜しまないから。うん、その分、だからサービスを提供してる企業は儲かる。サービスが提供してる企業が儲かるってことは、従業員も儲かる、うん。従業員が儲かるからサービスとも、ものを買う。うん、みんないいですよね、まあ。インフレですよね、うんうん。で、行き過ぎたら消費税導入したりとか。そうそうそう。うん、すればいいんで。その逆を行きまくってるのがまあ日本ですからね。日本は金持ちが移住してくる国じゃないですね。逆ですね。出ていっちゃうそうなんですよね。え、どっかの会社を救済するためにフランスから来たら逮捕されて国外行かないといけないですよもう日本の会社の役員になろうなんて思うあれで経営者いないでしょ。いないですよ、僕ですよ、うん、あんな目に遭うのかあれもなんか怪しいですよね、かわいそうっていうか。そうですね、うん、なんかはめられた感ありますよね。うん、まあ、ゴーンさんね、なんか顔は悪人側なんですけども、うん、頭いいんで言っても立て直してますからね、日産、潰れかけた日産を。そうなんですよ、うん、倒産するとこだったのを日本人が誰もできないのを、はいはい、スカウトされてきて立て直して、うん、ゼネラルモーターの社長途中で頼まれたけど、うん、断ってるわけですね、ギャラを、うん、倍払うぜって言われたのに。そう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 、むちゃくちゃ恩人だと思うんですけど、国外追放するっていうものかも。だ、本当ダメですよね。この国はやっぱ、となんか、なんかいるんでしょうね。その、めちゃめちゃ権力持ってるやつが気に食わないと思ったら潰しちゃえみたいな。まあそうなんですよね。ちょっと寂しいですね、そこがね。うん、ないですよね。はい、皆さんも感じてる部分があると思いますけども、やっぱり、なんとかね。国を変えることはなかなか難しい、選挙に行くしかない、その積み上げしかないんですけども、自分の人生を変えてることは、うん、FX でできますからね、うんうんうん、自分の人生が変えるわけですよ、なんかすごいと思いますよ、うんうん、本当ですよ、ね、勤め人すると自分の人生が買い叩かれるわけですよ、うんうん、もう激しい言い方しますけどね、うんうんうん、働いて信用されるのは会社だけで、自分に信用なんて全然残んないですから、うんうん、本当そうですよね。なんだこれ、人生盗まれてるぐらい思うんですよ、私は。そのうん、
まあ、僕もなんかそのトレードで勝てるようになってから思うんですけど、やっぱその日給1万とかで10時間、はい、自分の人生変われるじゃないですか、1万、はいはいはい、1万円ってでもその1ロットで10ピップスなんで、はい、いや結構その1万円で働くのは僕今きついなと 思っちゃうんですよ、はい、10ピップス取ればいいなみたいな感じなんで、まあ、そういう風なね、こう価値観になりますよね、どうしても。やっぱ10ピップス取れるようになれば1万円稼げるんで、うん、1ロット払えればですけどね、はいはい、まあ、5ロットでも、ね、10ピップスで5000とか取れるんで、はいはい、うん、そうなんですよね、うんうんうん、そう思うのと同時に私はね、その何、実際に労働市場にいる方も本当貴重なことをされてる方多いと思うんで、うん、もうちょっとね、あの報われてほしいなと思うんですよ。報酬を上げてもらったりとか。ですよね、うん。なんでそんなに安い賃金しか出せないんだ、この野郎とか思うんですよ。まあ、デフレですからね。これデフレなんでしょうね。デフレですから。これがダメですよね。だからあの、オーストラリアとかも最低時給1800円、1700円っていうのは普通ですし、はい、まあ、日本の倍物価が高い、まあ、牛乳とかもなんか400円するとかって聞いたことあるんですけど、はいはい、すごい物価高いんですよね。おちょっと中村さんね、これ来てますよ、結構タイムリーなやつが、はいはい、あのコロナで、はい、東京の、まあ、医療崩壊なり都市封鎖なりっていう質問が来てますけども、どういうふうに感じます、東京にいらっしゃって。いやどうですかね、僕渋谷に住んでるんですけど、渋谷に人はかなり減ってはいますね。あ、ライブ放送毎日見てますよ、渋谷のスクランブル交差点の。ちょっと減ってるんですよね、うん、で、まあ、お店とかも僕よくカフェとかで仕事するんですけど、はい、あの18時閉店とかが多くなってて、あカフェ18時で閉店したら誰も来ねえよとか思うんですけども。そうですね。、はい、お店も結構閉まってるんで、うん、まあ、不気味ですね、うん、医療崩壊はまだしてないと思いますけど、あの、うん、まあ、なんか今日小池都知事がホテル1棟借り上げたみたいな感じで行ってたんで、はいはい、で1000部屋か、はい、そこをだから病棟としてあの、うん、確保してるって感じなんで、今はその、はい、まあね、その横文字おばさんが頑張ってるんですけど、はいはい、はい、まだ大丈夫じゃないですかね。これからが怖いんじゃないですか、うん、だからそのニューヨークみたいになったらもう終わりなって言ってますけど、うん、はい、そうですね。今ニューヨークはその人工呼吸器を1台2人で使ってるみたいなことがあって、ああそうそうそう、でスタッフさんもちょっと足りないんで、うん、あの誰を、ね、治療するかっていう選別が始まったみたいなこと言ってましたけどね。まあ、イランとか、なんか今日ニュースで見たんですけど、はい、フランスかイタリアかが人工呼吸器買って、うん、イラン経由で輸送するときにイランがか、はい、それを取り上げたって言ってましたね。あーひどいことするな。やっぱうちの国民が死ぬから。あーまあそれはわかりますね。横投げはもうここで俺たちがもらっちゃうみたいな、うん、はい、まあ、それがイラン。だからまあそこまで行ったらもうやばいですね、東京も。うん、そういうところからなんかまた戦争になっちゃったり、そう、余計な争いが起きるんじゃないかなと。やっぱ不況になると戦争しがちですからね。医療崩壊か。医療崩壊、まだ今んところ東京大丈夫っぽいですけどね。うん、今からはちょっと分かんないですね。もしかしたらなるかもしれないし、今日も140人とかかかってるみたいですから、うん、新しく、はい、どんどん増えてるんで、うん、ちょっと怖いですね。これからね、あの対処とか治療の方針は変わるのかなと思うんですよ。であの大部分は軽症の方で、当然人工呼吸器入れないし、うんうん、一応ね隔離する措置は取ってますけども、だからといって毎日、うん、なんでベッドに突っ伏してるわけでもなんでもなくって、うん、なんか楽勝で歩いてゲームしたりスマホしたりとかして、あ2週間だったら帰りますみたいな、うん、そういう人もいますよね、うん、まあ軽症から重症に変わることもあるんで、やっぱり慎重に見ないといけないところありますけども、うん、まあ、それにしてもやっぱりね、人工呼吸器とか人工心肺とかの在庫の数を考えると、医療をやっぱりこう賄える限界っていうのがあったり、あとはエンジニアですよね、うん、医師がいないとナースがいないとできないんで、はいはいはい、人材が急に増やせるかって言ったら増やせないですから、うん、そうですね、うん、やっぱそれなりに試験通って責任感ある人来てもらわないといけないですからね、うん、お金も出さないですからね国も。
そうですよね。うん、そういうところもお金出してほしいですし、なんか、ベッド削るとかって安倍さん言ってませんでしたっけ、なんかニュースで。なんかそんなこと言ってたんですよ。言ってましたよね、なんか。何を考えてるんだ、うん、あいつちょっと本当やばいですよね。サイコパスなのかなって。いや、だからね、なんか悪い言い方をすれば、なんかこれを機会に少子高齢化を強制的に終わらせようと思ってるんじゃないかな。高齢者殺して。自然に措置をやめれば、はいはい、基礎疾患がある方とか、うんうん、なんかね、お年召された方から順番に死ぬ確率高いんで、うん、あ、これでなんか医療費も削減できるわみたいな、全部コロナのせいにして、ね、医療崩壊が起きました、不可抗力ですとか言ってね。言いがちで、言いそうですけどね、下手したら本当に、あいつらなら。まあなんかね、そんなね、うがった見方すらするぐらい、ちょっと対処が悪いというかね、うん、金払いも悪いし、うん、何なんだろうなと思っちゃうところがね、ありますけどね。本当ですよね。金払いは悪いですからね、本当に。他の方、ご質問、FX のこととかね、ご不安なこととか、普段やってて、うん、ミスっちゃうところとかあると思うんですよ。なかなか質問しにくいと思うんですよね、実は。あの、なんていうんですかね、実際のチャートでここでエントリーしたんだけど、ここだみたいなのが示せないと思うんで。うんうんうん、でそういうのもね、やっぱりメールで、チャートのスクリーンショットに、まあ、手書きでも何でもいいんで書き込んで、送ってもらったらいいと思うんですよ。ここで、上昇サインが出てるんで、買いでエントリーしたけど、そうはならなかった、うんうん。これは自分の戦略がミスったのか、それとも、戦略は合ってるんだけども、100% 来ない、その逆銘がたまたま出ただけで、今度同じようなシチュエーションで同じような決断すれば、まあ、勝率上がるよみたいなね、うんうんうん、やっぱりどんなパターンも 100% そうなるってことはなくて、 70% から 80% その蓋然性が強いよってことがあると思うんですよね、どんな、うん、テクニカルでも、うん、でたまたまテクニカルを信じてそうならなかったからといって、テクニカルに対して信用を失う必要はないと思うんですよね、私は。うんうん、長い目で見て100回200回やったら、やっぱり確かに過半数はこっちだよねっていうのがつかめていければ、小ロットの意味もあると思うんで、小ロットベッドの、うんうん、資金をなくしちゃうとそれが確かめる前に終わっちゃうんですよね、うんうんうん、1000回ベッドしたらそれはね、傾向がつかめてくるんで、確かに学んだことは無駄じゃなかったってやっと思えるんですよ、うん、皆さんにこれね、本当声を大にして言いたいんですけども、エントリーの回数増やせとは言わないんですけども、無駄なエントリーになっちゃうんで、でもある程度場数踏まないと、自分の覚えてきたテクニカルが本当にそうなのかどうかって体験できないと思うんですよね。極端な話、3回やって3回外すこともあるんですよ、正しいことやってても、うん、でも200回ぐらいやったら、だいたいね、170、80回は確かにこっちだな、買いになるなっていうのが確かめていけるんで、うんうんうん、そこにたどり着くまではちょっとね、本当に体験を積み重ねていってもらいたいなと思うんですよ、うん、もしくはサインを見間違えていたのかもしれないですし、1時間のサインは合ってるけども、4時間と日足のサインが強く出てるのを見落としてるかもしれないんで、うん、ということがね、なんか私も言えるようになりました。いや、すごいまとえてますね、でも。ありがとうございます。はい、さすがです。うん。うん、っていうふうに皆さんなってくださいね。本当で。負けていくうちに覚えることはいっぱいあるんで、うん、本当に。はい、はい、ご質問。いけましたか。利益確定は最後の、なんでこれはこれなんて意味ですかね、すみません、ちょっと意味が分かんなかったです。なんで最後の途中で、あ、これでもメッセージ途中でやると、うん、途中で送っちゃうやつなのかな、なんだろう、利益確定はね、予測するとなんだろう、まあ、私の場合はね、エントリーしたときに同時にロスカットラインを引いて、それからリスクリワードを取った利確のラインを引くんですよ。で、あと放置ですね。見てると、当初の予想通りに利確でよろしいのでしょうか。これはどうなんですかね。私のやり方は、ゼロラインって言って、利確の方向に、まあ、値段が進んでいったら、ロスカットラインをエントリーのポイント以上に上げていくんですよね、うん、そうなるとロスカットラインに触れてもプラスで終わるみたいなことができるんですよ。でその時は利確ラインをさらに上に上げていくことがありますけども、でも稀です。それは基本的には一度エントリーした時のロスカットラインと利確ラインを変えずにやっていかないと、検証ができないんですよ、うんうんうん、それで良かったのかどうなのかってことが、うんうん、だから利確ラインを利確する前に変えるっていうのは
まだね、十分利益が出てないうちはやんない方がいいんじゃないかなと思うんですよ。あの、爆発を踏んでないうちは。最初は稼ぐためじゃなくて、自分の覚えた理論理屈が合ってるかどうかを確かめるために少額でロット、あの、エントリーするわけですから、それこそ生活費が稼げるようになってきたら、その、なんですかね、利確ラインを動かすみたいなことをしてもいいと思いますけども、まだね、あの、勝ちに十分なその自信がないうちは、それはしない方がいいと思うんですけども、これは私の考えですけどね。中村さんどう思います？利確ラインをなんか途中で変えていいものでしょうかみたいな質問だったんですけど。まあ、上位足の方向に向いてれば僕は伸ばしてもいいかなと思うんですけど。ああ、なるほどね。もう究極その、FX ってそのバイナリーと違うところがあって、バイナリーオプションってこう、まあ、50-50 で 50% じゃないですか、結局。そうですね。どんだけ勝っても、まあ、そのペイ、まあ、多くても2倍、1万円かけたら1万円戻ってくるみたいな感じ、一生の価値は変わらないんですけど、はい、FX に関して言うと一生の価値が変えられるんですよね、その距離ですよね、そう、値幅が取れるんで、うん、値幅が取れる場合は伸ばしていくと、例えば、ね、それこそリスクリワード取ってなくて、ずっと 50% ぐらい の、あのリスクリワード1対1ぐらいのやつでやってても一発の勝一生で全部まくっていくようなことができるので、うん、あの伸ばせる場合は伸ばしたい。でもまあ最初とかってのこの相場伸びんのかなっていうのはもう分からないと思うんで、そうですね、うん、だから細かく利食い癖をした方がいいかなと思いますね、はい、あの無理に伸ばすんではなくて、まあ、直近の例えばレジサポ安値高値のところまで行ったら利確しようとか、うん、次のゾーンまででいいかなとか、一番近めの場所、うんで、ちょこちょこリグっていくことですね。そうすると、やっぱ、リグい癖がつくと、自信にもつながるんで、結局、ずっと持ってて、あ、プラマイゼロで戻ってきて、悔しい思いも多分、いろいろ、久保さんとかされたと思うんですけど、そうですね。うん、あります。そう。なので、できるだけ伸ばしたいんですけど、最初は伸ばさなくても、まあ、いいかなと思いますね。その直近ありがとうございます、はい。そうですね。確かに、そういう経験もありましたし、その経験を踏まえて、私は、さっきのような話させてもらったんですけども、うんうん、上位足の方向に伸びてるんだったらそれは確かに追いかけてもいいですし、うんうんうん、それも追いかけてもいいんだけどもやっぱりね利食いしてさらにエントリーして利食いしての繰り返しの方が私はいいような気がしますねやっぱりね、うん、やっぱり利食い癖は大事ですね、うんうん、はい。それでねちょっとねさっきと似たような質問だったんですけどもそのロットは変えていいもんでしょうかどうでしょうかっていう質問が今来たと思うんですよ、うん、ロットねロット変えない方がいいんじゃないですか、そうですね、連勝して大きくかけたら負けた時があります。コツコツドカンってやつって書いてますね。はいはいはい。まあ、うん、僕の考えですけど、最初は変えない方がいいかなと思います。はい、あの例えば 0.1 ロットでずっとやってて、うん、0.2 ロットにした瞬間に負け出すってよくあるんです。あるあるなんですよ、はい、やっぱメンタルで、うん。突然負けるってことあるんで、はい、一番最初はその固定ロットで、ロットは固定で うん、やった方がいいですね。はい、でまあ、月単位でプラスが結構増えてきたときに、まあ、1ヶ月単位、例えば今4月ですけど、4月が結構プラスで終わったよときに、はい、5月1日からじゃあちょっと 0.2 に変えてみようかとか、うん、あの1回1回ロット変えてるとどうしても偏っちゃうんで、うん、あのこのつあ来月はじゃあ 0.2 でいこう、来月もうこの来月その次も買ったら 0.3 でいこうとか、1ヶ月単位で、はい、あの増やしていくと、まあ、いいかなと思いますね、調子が良ければ。そうですね、負けたら必ずロットを落とすことですね、そして、うん、あの負けてもその固定ロットでやってると本当に辛いんで、うん、ある程度このパーセンテージまでいったらもうロットは落としてもう一回、うん、小さいロットからコツコツやっていくと、うん、すると資金は解きにくいですね、うん、はい、本当そこに戻ることだと思いますね、やっぱりね、うんうん、ロットそうなんですよ、一旦下げてみることでかなり楽になるんで、そうですね、本当落ち着いて全体が見えるようになると思うんですね、あの、うん、恥ずかしくないんで誰も見てないし、ロットはやばいなと思ったら下げることはあっても、うん、1日のうちにロットを増やすってのは基本的にはダメですね、うん、そうですね、1日のうちには良くないですね、うん、慣れるまでは、うん、まあ実は私先週やったんですよ、それ先々週から先週にかけて1ロットから5ロットまで行きました、同じ日に資金投入しないと証拠金維持率持たなかったんで、勝ちながら追加しながらだったんですけども、はい、異常だなと思いましたね、うん、このやり方は、だからちょっと二度とやらないようにしようと思うんですよ、やっぱり1ロットって決めたら1ロットで行って、
で、まあ、そうですね、月トータルで見て、まあ、そろそろ 1.5 にしてもいいかなみたいな時に、うんうん、まあ、そうですね、月単位ぐらいですかね、やっぱり。うんうん、まあ、0.01 から 0.05 とかっていうやつだったら分からないでもないけど、なんかね、0.1 から 0.5 っていうのはちょっと行き過ぎというか、結構怖いと思うんですよね。そうですね。特に1から2とか、1から3とかってむちゃくちゃ圧力かかるんで、うんうんうん、調子がいい時に調子に乗ってやりましたけども、まあもう二度とやらないですよと。結構怖いことやったなと思いますよ。5-6は結構ですよね。怖いですね。5000万ぐらいのエントリーだから、多分そういうことですよね。そうですね、だからね、なんかそのエントリーした瞬間のマイナスの金額をビビったですね。はい、スプレッド。手数料の。こんなにいいとこなんですよ。結構10から5でやってるんで、慣れちゃってるんで、あれですけど、それに慣れるとでも楽勝だと思いますよ、多分あの、うん、ゴロッとで慣れていくと。そうですね。まあ、うん、結構1とかはあの普通になってきたんで。はいはい。0.01 からよくやったなと思いましたよ、あの、うん、2年前とか。確かに。10円とかから始めてた。でもやっぱりね、少しずつ力をつけたら、ロットも調整できると思ったんで、焦らなくてよかったなと思います。そうですね、ほんと。まあ、皆さんにもね、ちょっとこう頑張ってほしいな。あ、すでに、ちょっと今読ませていただきますね。お世話になります。すでにプレミアムに参加させてもらってますが、恥ずかしながら初歩の勉強の仕方が分かりません。仕事しながら用語を暗記するところからですが、なかなか進んでいません。中丸トレーダーは本を読む必要はないとおっしゃられていたのですが、久保さんは本などで勉強した方がいいと思います。プレミアムに参加した後の流れとか勉強の仕方を教えていただくと助かります。シグさん、私と中丸トレーダーの話が違った時っていうのは、中丸さんに従ってくださいね。私の方がレベルは低いわけですから。だから迷ったときは、こうね、言い方が分かれたときっていうのは、あの、やっぱりマスターに聞いた方がいいです。私も生徒の一人ですから。そういう判断でお願いします。プラス、山本静香さんに中村さんから声かけてあげてほしいんですけども、うん、プレミアムに参加した後の流れとか勉強の仕方を教えていただくと助かりますということでございます。本はね、別に読まなくて僕はいいと思ってるんですけど、うんそのなんかいらない情報入っちゃう時あるじゃないですか、その本を読んだせいで、はい、あります。それがちょっと僕は嫌なんであんま読まないんですけど、その用語を覚えたりとか基礎知識を覚えるぐらいだったらまあ読んでもいいかなと、そうなんですよ、うん、私もね、逆打法を覚えるのはなんですかね、ブックオフの100円の本でいいですよってのは繰り返し言ってるんですよ、うんうんうん、それ以外はあんまり本を読むことはいらないかなと。例えばなんか手法をその辺で書いてる本とかってあるんですよ。あ、はい。なんかボリンジャーバンドになんとかタッチしたらエントリーしましょうみたいなやつとか、あ、なんかそういうのもあって、こういうのやると、はい、あのいらない知識がフィルターでかかっちゃって、うん、あの相場がちょっと見にくくなったりするんで、あの、はい、まだその暗記するところからって言ってらっしゃるんで、はい、うん、そういうのであればそういう手法を書いてる本とかって読まない方がいいですね。そうですね。あの用語とか超基礎講座みたいなやつだったら読んでもいいと思います、うん、はい、うちにも動画があるんで、それでも全然十分かなと思うんで、はい、うん、ということなんで、シーズさん、プレミアムの上から順番にやればそれが勉強の仕方でございます。はい。それからちょっと誤解があったみたいなんですけど、私がね、本で勉強するって言ったのは手法じゃなくって、まあぶっちゃけね、あのあれですよ、チャートの形と呼び名と特徴っていうのはどの本でも一緒なんですよ。一緒ですね。中丸トレーダーに聞いても同じなんですよ。だからそこは別に本でもいいですよって話なんですよね、うん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 、私の場合は紙の方が古い人間なんで覚えやすいんで、ブックオフの100円の本を買ってそれでやってるっていうあのエピソードなんですけども、まあ、別にその本を買うのがめんどくさかったら検索すれば出てくるんでそれでもいいと思いますし、うんうんうん、それでいいと思います。例えばね、包み足と腹み足の違いなんていうのは誰に聞いてもどの本見ても同じことが書いてあるんで、はいはいはい、私雲っていうことを言われたら分かんないですよ。やってないんで。はいはい。そういうのはまあいらないかなと思うんですよね。うん、そのなんですかね、ゴールデンなんとかアクションとかね、ありますけど、はいはい、あれも理屈の一つであるんですけども、その前に絶対に覚えないといけないものがあるんじゃないかなと思うんですよね。うん、
で今のところ私あれ雲とか使ったことがないんですよ。ああ、一目健康表ですね。まあそうなんですよ、難しそうだなと思ってやってないっていうか、まあ勝ててるんで雲いらないかなと思うんですけど、あれつけてるとかっこいいっていうのがあります。ああなるほど。はい、雲出してるとなんかかっこいいみたいな、なんかやってる人みたいな、やってる人みたいに見える。それ一例あります、ね、うん。で私の相場解説はね、極端にね補助線が少なかったり移動平均線がなかったりとか、ね、まあ最近は移動平均線かなり見てるんですけども3本、うんうん、あ、これありますね。ポジポジ病です。自己規律を守るためにやってることありますかと書いてますけど。ポジポジ病か。これ僕も何回もかかったことある病気なんで。はい。ですけど、やっぱこう、ポジポジ病の原因としては、はい、1ポジあたりの利益が少なすぎて、うん、なんか欲張ってもうちょっとレントリーしたくなっちゃうんですよ。やっぱり、だからその1ポジで例えば1000万儲かったら、もうその日やんなくていいやって思えるはずなんですよね。はいはい、ポジってしまうときって、うん、なんでその、うん、今がこの練習の段階でやってるんであればポジポジしてもまあいいかなと思うんですけど、はい、金額大きくなってきたらポジポジできなくなるんで、逆にしないですね。はい、ちょっと怖いじゃないですか、うん、100ロットとか張ってポジポジしてたら、ただその病気ですよ。億万長者ですよ。そうそう。だからまあ、だからその一撃の利益に満足できないところがポジポジ病の原因なんですよ。あ、多分。そうですね。はい、なんで、僕の場合はロットを増やすか、うん、普段の生活から気をつけるっていうのがあって、うん、まあ、赤信号とかも誰も渡ってないけど止まる、あ、誰もみんな渡ってるか止まってみるとか、なんかこう自分がこういつも衝動的にやってしまうことを我慢してみるみたいなのだと、うん、なんかポジポジ病治ったりするっていう人もいましたね。それ僕も聞いたことがあって、うん、パソコンの画面のルールだけを守るんじゃなくて、うん、24時間暮らしのルールを守る癖をつけると、うん、結果的に自分の規律が、うん、チャート上でも守れるみたいなことを聞いたことがあって、うんうんうん、そういうのあるみたいですね。うん、あとそのパソコンに付箋貼るって人もいますし。ああ、なるほどね。はい。まあ人それぞれかなと思いますね。付箋貼ってみるといいかもしれないですね。ああ、付箋らしいです。はい、付箋。試してみてください。そうですね。うん。やってこなかったことをちょっとやってみるといいかもしれないですね。そういうふうに。そうですね。軽く見るんじゃなくて、うん。まずやってみるみたいなね。そうですね。ね、なんか見つかるんじゃないでしょうか、うん、そういうことやれば、うん、はい、他ご質問ございませんか。そろそろ終わっていこうかな。あ、ありましたね。わかりました、ありがとうございます。私は仕事を両立しないといけないので、どうしても長期戦になります。プレミアの指導を受けられる期間のようなものがありますかということでございます。いかがでしょうか。まあ、特に動画はずっと公開するんで、うん、ずっと見れるようにしてありますので、はい、それはまあ問題ないと思います、ね、はい。相場解説もずっとしばらくしていくので、はいはい、そうですね。うん、シグノさんはあれですね、私家が近いんで、なんか平日のお昼とかなんかチャートが動いてるときにちょっと同じパソコンの画面を見ながら人差し指でこうですよっていうふうにやりましょうか。私でよかったら。家が近いんですね。近いですね、すごく。倉敷と福山なんで、うんうん、無理ない距離だと思いますんでね。うん、この前、タコをね、ご招待いただいて、タコを食べに行ったんですよ、下津に。ああ、いいですね、タコ。美味しかった。美味しそうですね。はい。まあ、そういうふうにね、ご近所同士、集まり合いながら、ちょっとね、勉強していくこともできるかなと思いますんで。はい、まあ、今ちょっとね、コロナ騒動でなかなか難しいですけども、うんうん、もう私もね、静香さん飼っていただいて、バンザーイとかになる姿を見たいですからね。もう知らない人が負ければいいんで、それは間違いないです。で、知らない人が世界のどっかで負けてくれればいいんですよ。はい、プレミアムは全員勝つみたいなね、そんな勢いでやっていきたいと思いますんで、そうですね、皆さんもね、助けてくださいと、やっぱり素直に呼びかけてみてください。うんうん、でお仕事を両立しないといけないのも本当に大変だと思いますけども、その中でもやっぱり FX っていうのを選んだのはセンスがあると思うんですよ、うんうん、お仕事をしながら FX を
まあ、両立するようにやっぱ工夫していく方法もちょっとねみんなで探していければと思いますので、うんうん、そうですよね、まあ、どうなんですかね、その FX っていうのに限らないんですけども、特に FX は、うん、集中的に濃くやる時期を持った方が私はね結構早く進むような気がするんですよ。はいはい。なんか空いた時間にやるっていうスタンスじゃなくて、必ずこの日のこの時間にはやるみたいなことをしばらく続けてみたいなのも、さっきのね、自己規律の守るトレーニングになって、結局トレードのマイルールを守ることにつながっていくと思うんですよ。そうですね。はい、ということもありますが、うん、じゃあこんな感じかな。もしもし？はい、もしもし。もしもし。あ、あの、久保塾長さんは、マイアミですけど。はい、マイアミさん、どうも、こんばんは。あ、どうもどうも。どうも。あ、中村先生も。はいはい。あ、こんにちは。あ、こんにちは、こんにちは。ちょっといいですか？はい。あ、ありがとうございます。いつも本当にお世話になりまして、ありがとうございます。無事、日本に帰ってこれましてですね。もう23日に帰ってきたんですけど、はい。その1日過ぎた時にはもう、日本の空港でこう2週間止められたりなんかしたんで、ギリギリに帰ってこれまして、はい、それで、体調も良くなってきたんで、もうあと2、3週間で多分普通に働けると思うので、あ、まあ、はい、本当にね、塾長様には本当にメールで励ましてもらいまして、はい、中村先生にもいろいろ教えてもらいまして、本当助かりました、はいはい、今後頑張ります、はい、それでですね、一つ質問なんですけど、はい、まあ、体調が良くなるに従ってですね、はい、FX のチャートいろいろ見たんですけど、見てるんですけど、はい、超具体的にいくと、ドル円のね、今のチャートをですね、はい、ちょっと僕見てずっと考えてたんですけど、今日も、はい、日足は支配波みたいになって、うん、どっちか言ったら下かなと思うんですけど、うん、ちょっとよく分かんないと、うん、で4時間と1時間はダブルボトムになってこう安値が切り上がってきてるんですけれども、うん、まだ長期の M が上にあるから、僕はだいたい 108.773 ぐらいを超えていかない限りは上目線にならないんじゃないかなっていうふうに僕はずっと今日考えてたんですけど、うん、この考え方はどうなんですかね、ダメなんですかね、どういう、まあ、僕の意見だと、はい、今すごいドル円は難しい局面来てて、はい、その高値は切り下がったんですよね、一応、はい、日足で見ると、はいはい、で、ただまあ安値が切り上がる、この支配波がすごいでかいんで、波が、うん、でかいですね。この波の中っていうのはちょっとやっぱ右往左往する可能性があるので、はい、まあ、短期的に行くんであれば1時間足の流れに乗っていってもいいとは思うんですけど、はい、まあ、ちょっとブレが起きる場面なので、僕の場合はこういう時は、はい、ドル円は触らないです。ああ、久保さんみたいなドル円をずっとやってるパターンだと、多分静観する時間が長くなるかなって感じがします、うん、ああ、ちょっと分かりにくいところではある、うんうん、と思います。ああ、なるほど、はい、分かりました。はい、はい、久保さんにもいろいろ教えていただいたんですけど、うん、で中村先生も言われたんですけど、とりあえず勝てる手法じゃなくて、うん、どれだけやり込むかっていうところに最終的には来るんだっていうのは、ね、まさにFX だけじゃなくて普通の仕事でも、はい、YouTube でも全部同じだと思うんで、うん、はい、僕もちょっと本当に体調が悪くて動けない時も FX だけは見れたんで、うん、これに人生をかけたいと思いますんで、うん、今後ともよろしくお願いしますということで、はいはい、頑張ってください。はい、ね、頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。確かにね、これね、ドル円ずっと下がりっぱなしだった時は追撃で良かったんですけども、うん、一旦その動きが止まると反転して上昇するのかな、下に行くのかなと、なんかうねうねしだして、うん、まあ見てるだけがこれから始まるんではないかなと思いながら金曜日を迎えたんですよ。わかんねえやと思ってね、はい、相場解説も分かりませんとか言って終わってますからね。
わかんないときだから、もう見てるだけなんですよ。そうですね、今はちょっと難しいですね。うん、だから、10日の通貨ペアをやってないんで、ほんと見てるだけのときは見てるだけなんですよ、ほんとに。まあ、いろんな通貨見てきたらわかるんですけど、ポンド円とか、はい、OG 円とか、あの辺は、下げ基調なんで、ちょっと見 やりやすかったりするんですけど、ドル円はちょっと今、相場の真ん中にいるじゃないですか。この相場の真ん中に、支配波の真ん中、波の真ん中にいるときって、どっち動くか分かんないですよ。上を目指すパターンもありますし、支配波の下を目指していくパターンもありますし、この辺がすごい難しいので、もうちょっとこう形ができてからエントリーですね。久保さんとかは多分そうだと思うんですけど、その分かんないときはエントリーしないで、チャート見てると形が徐々に整ってくるじゃないですか。それこそダブルボトムもそうだし、アセンディング、ディセンディング、の形ができてきて初めて動き出すって感じなんで、形がこう分かりやすい形ができるまでは、まあ、ちょっと見る感じになるかなっていうのがありますよね。どれがちょっと難しい局面ですね。エントリーできる時ばっかりじゃないのはもうしょうがないですから。そうですね。見るのも相場っていうかね。そうですね。なんかこう指を加えて見てるだけっていう時期もやっぱり受け止めないといけないのかなと思うんですよ。分かんないんでね。分かんない時はやらないのが一番なんで。そうですそうです。そういうことです。分かるところだけできっちりね、月に 4,50 万取っていけば別に文句は出ない。確かに。ええわ、分かんないことがあってもいいやみたいな。まあ、次への課題にするかなと。確かに難しいところなんだろうなと思うんですよ。そうですね。まあ、これも長くやってると、なんとなくそういうふうに分かってくると思うんですけど、真ん中にいるときって本当に負けがちなんですよね。相場の真ん中。例えばその久保さんが売りで入った場所ってあるじゃないですか、この前の。あの辺って結構相場の先っぽっていうか、上の方でライン割ってブレイクして、下がっていったので、入りやすいとこなんですけど、今真ん中なんで、そう、端っこでもないんで、これが難しいですね。ですね。どっちか分かんないって感じです。無理にエントリーしない方がいいですね、今は。まあ、なんか、明日からもしないような気がします。まあ、2、3日もしかしたら生還のパターンかもしれないです、ドル円は。そうですね。なんか、まあ、見てるのも、なんか割と楽しいんで、僕は。多分なんかね、この状態だったらどんな解説しようかなと思った時に、分からないんでしばらく見ませんっていう解説もしてますからね。本当そういうのがありますよね、相場やってると。やっぱりこうね、かっこよく理屈付けすることもできるし、そういう方もいると思うんですけども、私の場合はね、分かんないときは分かんないって表現すると、あ、ここは分かんないんだって思っていただければ、それが無理なね、ポジションを取ることを抑制できるんじゃないかなと思うんですよ。そうですね。まあね、僭越ながら久保さんは分かんないんだったら自分が分からなくてもしょうがないやって思える時がたまにあった方が普通なんじゃないかなと思うんですよ、ね、そうですね、まあ、全部取れる人はいないですからね。 100% 解析できないんで、はいはい、分かるとこだけ 2,3 割なんですよ。本当そうですね、まあ、全部分かる必要もないと僕は思うんで。あ、そうですね、はい、その次の上昇が分かればいいだけですから、ね、全部分かんなくてもいいと思いますね。まさにそこですね。難しいところを理解しようとするよりも、簡単なところが確実に取れれば、そうです。だから生活費ぐらいは稼いでいけるんで。本当そうです。本当僕はもうそれが伝えたいです。ね、それですね。今日のまとめになりましたね、それがね。はい。分かるところだけやろうってことです。分かるところをやって、分かるところを時間かけて増やしていけばいいということですね。そういうことですね。はい。うん、まあ、みんながね、FX で1億円とか2億円稼ぎたいと思ってるわけじゃないと思うんで、せいぜい、あれですよ、月に、3、40万稼げればとりあえずは皆さんほっと一息つけるんで、そこから腰を落ち着けて月収100万の勉強をするわけですから。そうですね、なんか分かんないところでちょっとほっときましょう皆さん、ということですね。はい、はい、じゃあこの辺でちょっとね、今晩は終わろうと思うんですけども、皆さん本当ありがとうございました。たくさんの方参加していただいて、結構ですね、30名ぐらいの方が来ていただいて、今に至るということなんですけども、じゃあ Zoom のライブまたご希望があったらいつかまた考えようと思いますけども、一旦4月のライブはここで終わらせていただいてですね、
皆さんプレミアムに集中していただくということになります。結構難しい状態が今世間的に続いてますし、この騒動が収まった時ね、中村さん、死んでしまったビジネスと新しく生まれるビジネスっていうのはまたね、新しい展開そうですね、迎えるんじゃないかと思いますよね。きっとそうですね。で、私はね、そのオプトインアフィリエイトっていうのがあったの、あれもう今完全に絶滅したような感じですよね。まあ、そうですね、僕も情報業界近いんで聞きはしますけど、アフィリエイトパーティーみたいなのが消えた一切消え去ったみたいなんでそうそうそう儲かんないですね。で、暗号通貨の波も完全に去って、はいはいはい、でビジネスってこうやってね、やっぱり入れ替わっていくんですよね。そうなんですよ。でずっと何があるかって言ったら、ずっと FX あるんですよね、同じ理論で。そうですそうです変わらないです。ね、だからそこは皆さんね、気に留めていただいて、やっぱビジネスをマスターするのもおすすめはするんですけども、ただビジネスは何に移ろっていくのかっていうことも、まさにトレンド見ないといけないんで、この FX のチャートと似たようなところがあるんですよね。そうですね。どっちに向かっていくんだろうみたいな、どっちに強い勢いをつけていくんだろうみたいなのを捉えていくっていう意味では。難しいですよね。そうですね。でも本当、今日集まっていただいた方は、選ぶ道がとってもセンスがいいと思いますので、そこはね、もう請け負います。皆さんにはもう成功の気質がありますんで、あとはね、決まったことをやっていくだけだと思います。じゃあ、中村さん、一声かけていただいて、スピードにしましょうか。お願いします。まあ、この状況ですけどね、安倍さんもムカつきますし、麻生もムカつきますけど、ちょっとやっぱ国は助けてくれないんで、本当に、税金取るだけで助けてくれないんで、まあ、ちょっと自分で稼げるように、まあ、10万でも20万でも僕はいいと思うんで、まずは、ね、0.1 ロットから、はい、まあ、0.5 とか貼れるようになれば、まあ、50万、20万ぐらいでいけると思うんで、まあ、そこ目指してみて。はい、いい、このコロナ、外出れないんで、チャートずっと見る機会が多くなると思うんで、はい、今のうちにちょっと体勢をつけておくといいかなと思いますので、はい、頑張ってほしいなと思います。ですね。はい。はい。頑張ってほしいと思いますということでございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。FX ね、皆さんの力に絶対なると思うんで、はい、自ら退場しない限りは、必ず FX の方が皆さんに媚びを売ると思いますから、その時までちょっとね、頑張っていきましょう。うん、はい、今晩本当ありがとうございました、中村さん、皆さん。いえ、こちらこそありがとうございました。じゃあまた ライブの機会があるまで皆さんとはしばらくお別れでございます。はい、どうも皆さん、おやすみなさい。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。失礼します。